でも始めていいですか？でコメント消します。大丈夫です。お願いします、はい、コメント消した方がいいよね。もうねもう消しました。あ、オッケーオッケー、消しましょう、はい、消しましょう、消しましょう。ということでプロローグいきたいと思います。はい、はい、私がこの登山隊の隊長を務める河川だ。南極極地調査隊に長年籍を置く極地調査のプロフェッショナルで、私は登山家、山岳地帯の踏破やルートの開拓のために招集された山岳踏破の専門家だ。私は記者、僻地や極地などサバイバルを伴う環境での取材を専門とし、真実を届ける役目がある。私は吉田間、隊長と同じく南極極地調査隊の一員。現地調査はもちろん、隊員のサポートなど調査運営業務に幅広く尽力する。私は医者、調査登山隊のメンバーのメディカルケアを担当するよ。私は教授、狂気山脈の極めて特殊な地質環境を調査するために招聘された、はい、幾度このやり取りが繰り返されてきただろう、うん、数日後隊長は崖下で死体となって発見される。事故ではない。何者かの意思であることが あなたたちは知っているはずだ。南極大陸の最奥地に座する未知なる漆黒の峰々、誰が呼んだか狂気山脈、今宵今一度だけこの漆黒の峰々を異次元の色彩で染め上げよう。神々の黄昏、これは未だ夜明けに至らぬ世界の物語ということで、今回はですねバージョン 2.5 ということで、もうこれまで全てのシリーズのネタバレを含みます。なので、まあ、やってない人はやってない人、見てない人いたら、まあ、最初から見た方がいいので、そして、まあ、できるだけチャットとかでもネタバレがない方がいいと、気をつけましょう。そして、本作はおまけコンテンツということで、もいわばこのシリーズの外伝のような立ち位置の作品になります。はい、なので皆さんこう緊張すると思うんですけど、1回しかないってなると、うん、結構好きにやっちゃって大丈夫です、今回は。もちろん忘れてはならない一番の目標はみんなで楽しむこと、はい、そして今回は細かいことは気にするな。おー、これ本当にこれマーダーミステリーかこれみたいな、首をかしげる内容かもしれませんけど もジャンルとかセオリーとか何も気にしない寛大な心で見ていただけたらなと思います。もともとそんなにマーダーミステリー感もないですけど、まあもう気軽にやってもらって大丈夫です。なるほど、はい、お笑いありってこと、はい、笑いありか笑いありかどうか俺ら次第ですよね。変化がするかね。お祭りってことだもんな。ミュートしてお待ちください。はい、はい、じゃあミュートします。はい、ミュートです。よし来たぞ、さあ来たぞ。私は記者、極地の記事を多く取り上げているジャーナリストだ。僻地での活動が多いこともあり、民族学、オカルトにも精通している。そうして取材を重ねるうちに、私は一つの考えにたどり着いた。ユーマーは実在する。おとぎ話や都市伝説の中の幻ではない、現実に彼らは潜んでいるのだ。今は南極で見つかった未知なる世界最高峰狂気山脈と、そこで消えた第一次登山隊の謎を追っている。まだ大々的なニュースにはなっていないが、先日第一次登山隊のものと思われる遺体が上がったらしい。それを受けて調査のための登山隊が、組まれるとのことから、その隊の隊長へのインタビューを実施した。もうこれは全部一緒か前と。しかし隊長の言動が何か怪しい。私の長年の記者としての勘が告げている。隊長は何かを隠している。本当の目的は別にあるのではないか。ダメ元で取材同行を申し出てみた。断れるだろうと思っていたが、極地取材に慣れているという点を買ってくれたらしく、同行が認められた。撮影機材の中に護身用のサバイバルナイフを忍ばせたのは、こいつが必要になる予感がしたからだということですね。はい、事件当日までの私です。登山中の単独行動地吹雪に見舞われた私は低体温症を起こし動けなくなってしまった。初めてだこれは。他の隊員に助けを求めようにも、無線を操るテスラ凍りついてうまく動かせない。絶望だ、万事休すだ。確かに朦朧とする意識の中、揺らめく炎が見えた気がした。次の瞬間一転、私の体は燃えるように熱くなった。服を脱ぎ捨てたくなるほどの暑さだ。体温が低下し、死が近づいた時に起こる矛盾脱衣反応と言われる生理現象かと思われた。だがそうではなかった。私の体には活力がみなぎっていた。衣服の端が少し焦げている。
というか私の手のひらから炎が出ている。気づけば私はパイロキネシスに目覚めていた。サイコキネシスじゃない、パイロキネシスって言うんだ。発火能力、俺火出せる。ボバーじゃん。ほぼどうやら先ほど目にした生ける炎が私の中に入り込み力を与えてくれたらしい。それからというもの一切の寒気を感じなくなった。そして毎度熱に浮かされるように奇妙な夢を見るようになった。最強じゃん俺なあ。手のひらから炎が出るようになったねえ。南極の熱い氷床のもと、そこには失われた古代の遺跡が眠っている。私の中の炎は氷漬けにされた神秘を暴きたいと感じていた。そこには彼の、そして私の求める何かがあるという確信があった。彼の、そして私の求める何か、彼って言うともう一人の僕だよね。炎を出してるやつがもう一人自分の中にいるって分かってんだね。南極の氷を溶かせば地球の陸地の多くが水没するだろう。それでも構わないと思ってしまう私は狂気に陥ってしまったのか。氷河を溶かしきるには今の私の発火能力では全く足りない。だが今ならわかる。狂気山脈は大地のエネルギーが集まる流脈だ。その力を全て吸収すれば南極を丸裸にすることも可能だろう。流脈の中心たる狂気山脈の頂上を我が物とするのだ。炎がささやく、邪魔者は全て燃やし尽くしてしまえばいいと。俺超悪いやつなのか。とりあえず頂上を我が物とする、頂上に最初に登ればいいって感じなのかな。狂気混迷例の超越、氷の下に眠る神秘を暴く、生還する、ボーナスミッション、南極の氷を全て溶かす、ハテナ点。あなたは事件の犯人ではないが、神秘的存在生ける炎に憑依され、命を救われた代わりに発狂状態となった。まずい。あなたは訳のわからない熱に浮かされて頂上を目指す。発火能力については今はまだ伏せておこう。時が来れば真の力が解放されるだろう。初期取得カード、神秘的存在に与えられた新たな力。スキルカードは譲渡不可、公開することで効果発動する、使えるの一度だけと。このカードを公開することで使用宣言、他者が所有するカード1枚公開して自分のものにする。あざす、泥棒です。すでに公開済みのカードを対象にできる。ああなるほど、伏せてるカードダメなんだね。このスキルは調査会議フェーズでのみ使用できる。なるほど、 OK。 今までと違ってなんか移り変わっていく感じもなんかしなそうなんだよな。結構もう共鳴してるというか、最後まで頂上を目指しても最後までこいつと一緒に過ごす気がするんや、ね、なんか気分的にというか文章的にもそうだし、でも他の人たちももしかしたら発狂状態かもしれないよね、この感じは。これ誰かが凍ったりしたらさ、助けるか助けないかみたいなタクとか迫られんのかな。正体はバレちゃうけど炎が出たら助けられるみたいな分岐点とかもあったらタクになるよね。見捨てるのか助けるのかっていう。そうしたら助けちゃったら氷の下の神秘暴くっていう夢がちょっとなくなっちゃうけど、多分点数の割り振りは神秘を暴く方が俺は点数高いかな、生還よりも。やっぱ知的好奇心の方が今上回ってるじゃん。生還してもまあね、自分がもし南極の氷溶かして犯人ってなったらまあ迫害というかとんでもない扱いを受けるけど、この知識をまずね見たい、この知識を得たいっていうその知的好奇心の方が上だから、じゃあこっちの方を点数高くしようかな。8点とかにしようかな。8点2点とかにしようかな。南極の熱い氷床の下、氷漬けにされた神秘。こんな男のロマンじゃない？まだ真面目ちゃんがいるんだろうね。お前、これ神秘暴いたとしても、南極の氷を溶かしたら陸地がなくなっちまうんだぞとか、そういううざったるい、甘ったるい説教を来るんですけど、俺は狂気に満ちてるから、関係ないよね。そんなやつ、燃やし尽くしちまおう。ね、文章に書いてある。邪魔者は全て燃やし尽くしてしまえばいいと。いうことなんで、燃やしちゃおう。炎が囁いてるから。この、手のひらから炎が出ている？これ、見えないよな。お前、手のひらから炎出てるぞみたいな。とんでもないこと聞いてたんだけど、いや、絶対、ほぼ 99% ありえないことなんだけど、これほぼ秘剣のエースなんですよ。頂上決戦っていうさ、タイトルが俺死ぬ可能性ない？俺死ぬんじゃないかなって、思ってる。なんかフラグ立ってない？マグマグの実いないよね。いけるマグマいないよね、これ。俺それだけちょっと嫌なんだよな。ルフィいないよな。ルフィいたら俺守んなきゃいけないんだけど。面白いなぁ。うわ、やりてぇ、これ。誰か燃やしちゃおうかなぁ。なんか俺に名前言ってきたやつ燃やしちゃおうかな。ねえ。俺は、どうやったら頂上に行くか。
それだけを考えればいい。俺はどうやって頂上に行くか、それだけ。頂上に行く方法だけ考えよう。頂上に行く方法だけ。だからでも画面ついちゃってガッツいちゃダメなの、こういう時って。どうするどうするみたいな、じゃあ俺行きますわぐらいだったらいいと思う。それぐらいで行こうかな、テンション感的に。でもし頂上めっちゃ行きたがってるやつがいたら、そいつにまず疑いをかける。え、なんでそんな頂上行きたいんですか。これです。その後俺がこっそり漁夫乗りを得て上に登っていけばいいかなって。でもさ、みんなが寒くなってきたみたいな時なかったよね、山脈行った時。だからこの炎が体に入ってるからといって有利な、登山でおいて有利とかあるわ。危険状態とかあったわ、吹雪で。あったわ、いけるかも。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でーす、はい、お疲れです。ソロソロバディソロ全体ホワイトアウトソロバディソロ最終回イーブンチャラ&ウンチャラって書いてるんですけど、うん、はい、皆さん度重なる既視感の影響かわからないんですけど、ホワイトアウトまでにバディ調査を2回してはいけない気がすると、うん、全員の意見が一致しました。なので前半はバディ調査1回に変わってます。なるほど、やっぱそうよね、少ない、はい、やっぱ少ない、なんか知らんけど2回やったら危ない気がすると。うん、マリさんはこれまでの既視感で気づいていました。頂上戦争、こちら公開します。もう公開、はい、公開を見てください。はい、最後投げられた、脳内に直接声が聞こえてくる。間もなく戦が始まる。頂点に立つ者はただ一人、準備を怠るな。これを見た者は恐怖ポイント5と書いてるんですが、すでに押されてる方もいるんですけど、ここ左クリックすると狂気ポイントがプラス5されます。このイベントが騙された。あ、はい、おー、石田さん押しすぎです。吉田は20になってんぞ。はい、押してえ、おらら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 、はい、あ、じゃあ15になってる。いや、ちょっとこれどうすればいいんだろう。やっぱ押せば押すだけポイントプラス5ずつされてっちゃうんだ、これそう、これ、今回のゲーム中にこれ狂気ポイントを上げるものが出てきます。こう見たものはプラス5みたいな書いてあったら、これを押して狂気ポイント調整してください。カズヤすみません、1個いいですか。なんか僕、はい、人とか左上のそのみんなのアイコンとか拡大表示とかのボタンとかがすごいちっちゃくなっちゃって、コントロールマウスもう一回ホリールは、うん、コントロールマウスホイール上、ま、あ、ちょっとすみません、カズヤ俺の顔見てもらっていいですかね。なんか異常なほど小さくて、俺もちっちゃいな、俺もちっちゃいな、なんだこれ。マウスホイールやるみたいな、上下コントロールをしながらマウスホイール上ね。いや、でもこれあれなんですよ、カズヤさん、ほらこれこういう風にできるじゃないですか。あのね、コントロールプラス上で右上に 100% になるようにコントロールプラスホイール上やって、 100% になるように100になったらコントロール離して、はい、あー、できた。下がって、そうそうコントロールってなんだ。俺でもわかるわ、それすいません、あたす、あー、よかったよかった、うん、それではいいですか。はいはい、はい、了解です。じゃあ行動順に従って調べたい場所にマーカーを置いていきましょう。まずは調査員から。よっしゃ、絶対負けねえぞ。じゃあ山、負けねえってなんだよ。負けねえ、負けねえ、負けねえぞ、負けねえ絶対、うん、で負けねえ、山、いや勝ちたい、ま、危ないな、うん、なんかもう、あー、ごめんごめん、山は、ね、もうみんなを勝利、ここ5000はもう空いてるんだ、みんなで勝利開けますね。あ、5000空いてるんだ。あ、そうかそうか、開けます。はい、山の雷鳴、標高 5000m 以下は激しい雷を伴う雲が立ち込む。今降りるのは自殺行為だ。はいはい、はい、改めて詳細にさ、変わってるな。はい、はい、じゃあ5000の1探索で、ですね、じゃあ僕は被害した、いや、探索2。うまいぞ。なるほど。で、被害者5000、被害者5000、これ山6000いけますよね。いけます。山6000、登りましょう。おー、登る登る。では医者です。っていうことはあれですよね、6000台いけます。6000いけますよね。はい、じゃあ、探索の6001。いいね。はい、 OK です。それでは3分間のソロ調査スタートです。どうぞ見てください。はいはい、おお、ね、うわー、マジかよ。あ、これもう公開するのもこのフェーズでいいんでしたっけ。公開したかったら公開していただいて。あ、もう喋っていいんだこれ。じゃあ、はい、これさ、いいですか。じゃあ俺から行きたい、これ。いいよ、いいよ、どうぞ。ただこれを公開することによってみんなにとってデメリットが生じる。それを受け入れてくれるんだったら、ただ俺はみんなと絶対にこの山を登りきって生還したいから、うん、見てほしくはあるんだよね。見よう、デメリットはある。見ますか。いいですよ、はい、オッケー、
じゃあ全体公開します。氷河の裂け目、底なしの落とし穴、落ちれば、永劫に氷の世界に閉じ込められる。その深淵の奥深くに何かが、潜んでいるような錯覚を覚えた。これを見た者は狂気ポイントプラス5。いや、これなんで見せたかというと、うん、その狂気ポイントプラス5があるからみんな気をつけようぜっていう、ちゃんと俺たち狂気になっちゃうから。そうだね。そう、絶対帰りたいから今日は本当に誰一人あげるもんなんで、ね、はい、今日いいの気合入ってますね。うん、じゃあ次僕いきます。はい、ちょっとこれもあれなんですけど。え、はい。いや、これ、いや、これ、これ、コピー数でしょ、だって。え、ちょっと死体が、黒焦げの焼死体だったんですよね。いや、これさ、この、うん、この黒焦げ、ちょっとなんか、既視感ありますよね、少しね。よくないね。黒焦げ、黒焦げ、既視感あるか。黒焦げ、ちょっと既視感あるよ。既視感あるか。やっぱ、あれじゃないですか、5000メートル以下で、ね、雷鳴もありますし。あー、まあ、電撃系、まあかもね。まあ焦げてるってことはね、うん、焼かれたか。でも吉永、これはさ、なんでこう公開する必要ないよ、これ。お前なんかちょっと、うん、信用できない。俺は、いや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 、なんで？だってこれ、ね、やっぱ下に。これはいいんじゃない別に。これはいいですよね。いや、ちょっと、うん、でも、このペースで見せてったら俺ら終わるけど。なんで俺が最初見せたかっていうと、これあるから気をつけようぜっていう意思表示じゃん。うん、あ、そうなんだ。そうだよ。まあまだまだ序盤ですよ。まあまあ、確かに気をつけようぜ。おそらく。そうですね。うん、なるほど、俺もさらに気をつけようねっていう。まあじゃあ、お前も気をつけようねってなんだよ。なんでお前もそうって言うんだよ。20か、まあ。20で、これはしないか。さあ、ということで、次の調査に行きましょう。こんなポンポン行くか。ではまた、マーカー置いていきましょう、調査員から。じゃあ、7000の1。バカ、山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 。山、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 6000しか行けん。ああ、間違えた。山登ってないから。山登る。おー、いいね。はい。じゃあ、次は教授。調査員の6000、7000の1探索、記者の5000、じゃあ登山家7000。では3分間のソロ調査スタートです。見てください。なんか すごいな。おお、なるほど。もう何のあれもないんで公開しちゃいますわ。はい、うん、はい、これポンポン行こうぜ、はい、ポンポン行こう、ちょっと時間があるからな、うん、首のない死体がありました。なんか見慣れて何も感じないけど、うんうんうん、はい、以上。はい、オッケー。はーい、これさ、ちょっと前回のあの6000の探索公開するね。はい、オッケーオッケー。はい、6、あ、ピッケルね。ああ、ハンマー部分がべったりと血塗られている。まるで応札に使われたようだ。これが凶器だとするならばっていうことで、あれ、まあ、ピッケルですね、うん、なるほど。え、トンちゃん、それ7000は公開できないですか、登山家。7000は別にできるね。やろうか。いいよ。うん、はい、いいよ。初、まあ、初登頂の意義、うん、世界の頂を誰が制すということは単なるトロフィー以上の意味を持つ。世界最高峰の、初登頂争いは世界の代表を決める戦いでもあるってこと。なるほど。高川さんは結構、ね、その競ってるんですか、やっぱそういう。いや、競ってるか、全然一回俺登ってて諦めてるから、うん、その気持ちは強い、すごい。あ、なるほどね。絶対に。なるほど、なるほど。じゃあ俺調査員の6000いきましょうかね、これ。はい、うん、調査員6000は、こちら、雑誌記事、怪奇、精神交換された人類、国家の容認などが未来人あるいは異星人からの精神交換により次々と体を乗っ取られているという噂をご存知だろうか。なるほど。ああ、そういうね、そういう記事ね、ゴジップ系のね。うん、ね、俺さ、これさ、またみんなにリスク伴わしちゃうけどさ、うん、これは絶対見といた方がいいと思うんだけど、みんなが決めていいよ。行け、そう、行こう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 、見ようぜ。じゃあ全体公開します。はい、はい、見てください。はい、デジタルカメラのデータを確認すると、登山開始直後の集合写真に不気味な影がいくつもいくつも写り込んでいた。写っている人物もどう数えても一人多い。どう数えても一人だ。不気ポイントプラス5。これは狂気ポイントプラス5。これちょっと割りたまたまだけど、なるほど。はい、うん、ただこれは公開した方がいいでしょ。どう考えても一人多い。怖っ、はい、さあ、あの登山家さんさ、うん、あのピッケル持ってる。俺はピッケルは持ってる。持ってるか。あ、オッケー。うん、さあ、皆さん一回、一番上のチャイは投げられたっていうカードを左クリックしてもらっていいですか。はい、そこで増えるんで。ああ、なるほどなるほど。ここなるほど、なるほど。1個増えちゃったね、俺、ごめん。はいはい、減らして。すいません、どこにあります。左上ですか。右上、徐々の右上。右上、チャイは投げられた、はい、イベントカードって、ここをして増えます。うん、今20になれば。これか。はい、今20かな。オッケー。あ、オッケーです、オッケーです。はい、オッケー。バディ調査なんですけど、まあ、パートナーと、一緒に周辺を調査します。
この間密談をすることができます。行動順に連れて行きたいバディを選んでいってほしいなと思います。まずは調査員さん、誰と行きましょう。これって今喋ってもいいですか。はい、はい、マジで全員俺と行った方がいい。本当はね、それだけ、うん、本当は、どういうこと、本当マジで全員俺と行く。本当はねって何、その理由聞きたいな、それ。その理由を言うと、やっぱ犯人にとってメリットがでかすぎるから。でもいいよ、見なきゃいいよ。でも俺と行かないやつは俺は疑う、マジで。めっちゃおかしいよ。討論じゃないですか。分かった、分かった。いやでも、それでも、それでも、それでも、このリスクを俺は承知で言ったからね。じゃあ、それなるほど。どうぞ、どうぞ、はいはいはい、もうすいません。はい。オッケー、じゃあ、登山家の加藤さんと一緒に。はい。あ、まずじゃあ、登山家ということで。あ、下に行く、あなたそこ。下の密談位置に移動しましょう。はい、ここはなるほど。これ喋っていいぞんか。今いるもんね。登山家と。雑談だよな。3分スタートしないけど、あ、今スタートしたか。オッケー。え、話していいんでしょ、ゲームのこと。うん、あ、ゲームいいんか、いいんか。ちょっと、登山家のムーブやばくないですか。やばい。やばいな。やばい。殺そうとしてる、俺らを。うん。なんか、その、やっぱ、一緒に行くことで本人にとってはメリットありそうな、やっぱ気はするわ。やっぱ、ピッケルが、これ、あるから、6000メートルのとこで。うん。うん、え、君たちはチェーンピッケルは最初から持ってたりした？いや持ってないっす。ちなみに、うん、僕まあなんかこれで公開今してないんだけど5000の探索してるんですよ、うん、はいはいはい。でこれ公開した時にこの狂気ポイントプラス5が出たら嫌なんで、うん、口頭で言いますね。俺がさなんか向こうサイドと思われたくないんで、はいはいはい、これ口頭ってありなんだっけ。わ かんねえ。それだったらさ、もうだって出す意味ねえもんな。でも多分でも狂気ポイントプラス5のシステムあるってことあるって。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんだ。うん、オッケー。うん、でも信じなくてもいい、別に俺の意見を。オッケーオッケーオッケー。はい、ただロープが見つかった。ああ、どういうその情報になってる。ロープは狂気殺害犯、狂気つまりビッケルと同じ流れになってる。なんかそのロープにさ、なんかこう証拠っていうか跡みたいなの残ってる、うん、跡みたいのは残っ、あ、じゃあ一応これ見せるわ。え、一見ちゃうと俺たち、いや、なのでそう、もしもあったらって意味ですよ。うん。これすぐ閉じますよ。あったらってどういうこと？見てるからわかんじゃないの、自分で。どうやって見せるんだっけ、これ。え、全体表じゃない。え、自分で見てる。あ、ないじゃん。どういうこと？何言ってんの、お前。いや、ねえじゃん。ないんよ。ないんだけど。何？これで あったら全員に狂気ポイント行っちゃうじゃん。そういうことね。見せることで出る可能性があるから。ああ、なるほどね。いや、ないよ、でもそれは。見せることで。あ、でも、それはいい読みかもしれない。うん、そう。で、行ったら見せたんで、俺また評価しちゃいます、これは。二人に見せるだけ。え、でもさ、そうするとさ、うん。まあ、雷かどうか分かんないけど、焼死体、応殺、考察だよ。なんだけど、なんだけどね。え、だから別にあれじゃないですか、この体調だけじゃないんじゃないですか、死んだのが。まあ分かんねえ、まだな、まだな。はい。いや、それよりも、なんでこの殺害犯の道具だけ狂気ポイントがつかないの？殺害犯の、まあ、狂気ってこと？死体絡み、そう、死体絡みのには、でも狂気ポイントつかないのに、死体剣部には狂気ポイントついてんのよ。うん。まあ、もうちょい見ないと分かんねえな、それは。まあそうね、でもちょっと今俺登山家のムーブ怪しく見てるな。でもこれさ、心霊写真とかさ見せる意味ある？これ正直ないんよ。だから、いや、これなくない、うんこちゃん、これ。だから加藤さん、登山家の目標は狂気ポイントばらまくこと。でもこれはさ、繁盛記者どうなんですか、心霊写真っていうのは。実際これは把握して、いや、把握してないっすね、これは。ちなみに、あ、うん、怖いな、これは。怖いっすね。いや、これでもさ、ということで教授です、うん。あ、でも、また一個言っていいですか？もう別に僕大丈夫です。あれ？別に、選んでくれてもいいですけど。え、何その、なんか。突然突き放すやん。うぜえな、なんかな。なんだなんだ。いや、でも、攻めないといけないな。じゃあ僕これ、調査員で。え？では、教習調査員、下行きましょう。はい。なんか、あれじゃない？狂気ポイント増えてない？二人とも。ね。そう。俺が見たカードが、正直狂気ポイントを、プラスだったんだけど、うん、あ、これ俺断言するけど、うん、吉永はそのカード開こうって言うよ。俺は開かない方がいいと思うけどね。それどこですか？どこのカード？それ。え、これなんでうんこちゃん持ってるんですか、カード？あ、ごめん、これ吉永、俺自分のものにするにしちゃった、ごめん。あ、なるほどね。うん、これ吉永が選んだ。オッケー、そうです。で、俺はこれ開かなくていい情報だっていうの分かってるけど、多分吉永開こうって言うと思う。ああ、なるほどね。その吉永が言う前に開かなくていいんじゃないと俺が言うから、それ証明できるでしょ。まあそうっすね。うん。え、だからこれ狂気ポイント確定ですもんね、正直俺ら視点は。そう。しかも中身は大したことないよ。なんなら今二人に伝えといてもいい。じゃあ、何ですか情報は。なんか、
鬼火が見かけ、なんか鬼火があったぐらいのデータしかないけど、吉永は見せようとしてる俺たちに。なるほどね。俺はいらない、みんなに見せたくない。まあでもね、そうなるとちょっとさ、いやね、こうそんないろいろおもんばかってくれて申し訳ないけど、今、繁盛記者とも話してたんだけどさ、登山家、これ心霊写真別に見せなくてもよくねって話をしたんだね。え、なんで、じゃあこのさ、心霊写真拡大コピーして、拡大表示して、どう考えても一人多いってさ、おかしくない、この情報は絶対必要だよ。だって一人多いんだよ。ってことはってなるじゃん。まあその心霊写真、まあ心霊ってまだ断定しなくていいのか。あ、なるほどね。鬼火と似てるなって思って、心霊っていうのが。確かに、ごめん、俺これ普通に一人誰かが紛れ込んでるのかと思った。これ心霊写真か、ただの。まあそうっすね。うん、ごめんごめん、それはミスってるわ、俺は。まあじゃあそういうちょっとスピリチュアル的なのが 6000m の2にあると、いや、スピリチュアルじゃないんだけど、俺はマジで必要ないと思う。はいはいはい。鬼火だもんな。でも吉永は見せよう見せようってずっと言ってた、なんか。で、俺が7000行こうって言ってもあいつ行きたかんなかった、なんか。7000行こう。あ、7000探索。いや、俺やっぱさ、登山家だから上目指したかったんだけど、あいつなんか、ね、ペンディラムくれって言ってた俺に。ガチで。んおかしいね。おかしいやつじゃん、一番。おかしいよ。あいつやばいよ。なるほど、ね。いや、ただね、登山家のね、加藤さんね、若干さっきもちょっと話したんだけど、まあ、結構、冷静さがちょっと欠けてるような発言がちょっと、まあ、散見されたというか見れたんで。え、でも普通に考えたらさ、やっぱみんなに勝ってほしいから、俺は一生懸命場を回す人が必要じゃない、で俺はもちろん本当に勝ちたいから、そのみんなからのヘイト役を買って出てるってことは逆にめっちゃ白くない。あ、じゃあ逆に、じゃあなんであのみんなって行かなくてよくなかったのかだけ聞きたい、え、だから吉生がもうそ見せようとした段階で、あ、吉生だなって俺の中で第一候補は見つかったから、だったらみんなが有益な話ができるように他の人言ってもいいよっていう。なるほどね。犯人探しをしてますね。そうそう、一発目は決め打ちした。はいはいはい、はい、この後の展開を見てたよ。だからまあまあそうだな。嘘、ちょっと見てみようか。俺が嘘ついてるかどうか。筆者ですね。じゃあ行きましょう。うわ、どうしよっかな。登山家で。おお、俺か。はい、筆者登山家、はい、下行きましょう。はい、はい、では3分間の調査スタートです。はい、これ8000行きましょう。もじゃこれ、あ、いいよいいよ、登りたいなら。あ、俺もちょっと上に興味がある。あ、マジで？はい。じゃあめくってよ。これ自分だけ見るをうんこちゃんに見せれるんでしたっけ？まあ俺も自分だけ見るにしようか、じゃあ。もうそしたら俺が見なくなった。今見るんだ、今見るない？自分だけ見るした後に拡大表示すれば。あ、なるほど。OK です。で、これで、うんこちゃん今見れます？見れて見れて見れて。あ、OK です、OK です。低酸化の成果も幻覚が見える。え？巨大な、なんていうんですか？ロー。玉虫色の。巨大なタコですね、これ。タコ。タマムシ色の粘液、揺らめく炎、時空を超越する四念体、そして無老の神。あれら無謀の神です。無謀の神。顔がない。顔がない。あ、顔がなるほどね。はい、え、彼女これどうするみんなに見せたい？まあ余裕があるけど、これどういうことなの？幻覚が見え、俺らが幻覚見えてるってことですよね。もう見せる意味はあんまないのか。見せてもいいんじゃない？でも逆に。まあまあ全然見せてもいいと思います。なんか、これ確定だったら見せたいんですけど、俺らの幻覚のよ、なんか可能性があるから。なるほど。低酸素の。じゃあ、見せてもいいね、じゃあ。見せてもいいですか？わかんない。それ、ここのあれは繁盛に任せるよ、俺。あ、OK です。なんか、みんな狂気ポイントプラスする必要はない気がするんですよね。でもこれ、加瀬さん、これルール上なんですけど、はい、このカードってこんなありましたって言っていいんですか？もちろん、本当かどうかは、ああ、なるほど。あ、信じてはもらえないけどってことか。あ、なるほど。そこが難しいところだな。確かに。見たやつじゃなくて、手にしたものなので、繁盛は2回イベントカードを押してください。はい。じゃあ僕も押します。いや、これ所有なんで。あ、左手にマーカー置いてる繁盛だけです。なるほど。いや、俺これね、なんか、その、言ったことを信じてもらえないってあるじゃないですか。狂気が、プラスだからって。うん。言っても。でも2人いるから今回信じてもらえると思うんですよね。あ、でもこれさ、所有、手にしたものはだから別に全員公開していいや。ほんとだ、そういうことか、うん、そうそう。あ、じゃあ見せます。うん、はい、みんな損しないで。さ、はい、どうなの、その、なんか目的的な、何をしたいの、一番目的は、頂上に登ることじゃないですか、みんなで。でも本当に言っとくけど、俺は仲間だよ。お、そうなんすか。絶対。いや、まあ一応フラットに見てますけど、うん、結構怪しい寄りですね、うんこちゃんは。
あ、そうなんだ。はい、なんかその俺を全員で選んでくれって言ったりとか。ああ、なるほどなるほど。はい、まあ、心霊写真多分あれ勘違いなんで。あ、そうだね、うん、まあ、ちょっとまだ分かんないっすね。じゃあ戻ります。はい、そう、え、だから一気に殴って殺したいとに。めちゃくちゃ言い合ってるやん。次は登山家です。はい、僕はですね、じゃあ調査員で。よし、じゃあ檀家調査員していきましょう。はい、はい、あれ最初は YOSHIKI や加藤さん指名 してなかった。そうそうだね。話足りないってこと。いや、なんか、え、あのさ、カード交換の話聞いた？吉生から聞いた聞いた。で、うん、なんて言ってた。雪崩の発生場所に雪崩、いや、じゃ、その雪崩の発生場所に鬼火があったっていう。ああ。え、で、俺はその、うん、まあ、その狂気ポイントが発生するならそれなりの情報だと嬉しいなってことで、まあ、吉永は多分公開はしない流れになるんじゃないかな。なんか、うんこちゃんずっと公開するのを止めるみたいなことですよね。え、公開させないってこと。いや、公開させないようにするって言ってなかった？俺とふとんちゃんと行った時。俺は公開する必要はないと思うけど、多分吉永は公開するよって言ってたね。あ、そう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 。それはじゃあ、丸め込めたのか、ちゃんと。言うこと聞いたのか。うん、今ちょうど、そうだね。まあ、言葉では言ってくれたって形だよね。だから一応、鬼火っていうワードでは、一応、二人の言ってることは、供述が合ってると思って。でも、もう一回連れてくって結構意味深くない？このバディ調査、こんな回数少ないのに。まあ、ちょっとな。うん、待って待って待って、おい、狂気40ポイントになってるぞ。登山家。あ、よ、あ、めっちゃ上行ってるわ。俺、デスゾーン行ったの？繁盛さん。デスゾーン行ってる？繁盛。俺もデスゾーン行きました。あ、デスゾーン行ったのか。デスゾーンどうだった？どうだったの？大したことないっすね。まあ、見せますよ。これ、手にしたものだけプラス10なんですよ。だからみんなに見せれるよ。狂気ポイントはあった？あ、狂気ポイントはあるの？ある。あるけど、みんなにはない。あ、なるほどね。見せますよ。加藤さん、あれ、加藤さんが一番でかいのすごいな、ポイントか今。そう、15ぐらいもらったんじゃないかな、あの人、今、上で。多分そうだね。わかったー。もうわかった。ああ。タコでわかった。なになに？ニャルロトホテプ。え？クテルフ神話。あ、ニャルロトホテプってどこだっけ？なんつった今。ニャルロト？ニャルロトホテプ。ニャルロトホテプ。あ、そういう魔物みたいなのがいるの、その神話。そう、意味するのは破滅。詳しいっすね、教授。俺、クテルフやっぱ好きっすよ。しかもこれ僕の予備知識ですね。あー、なるほど。ハイヨリニャルコさんで研究したから。あったね、ニャルコさんね。うん、あれがニャルコホテプだから。なるほど、うん、なるほどなるほど。完全に俺の予備知識ですね、これ。ただの雑学。なるほどなるほど。あ、じゃあ結構当時関係なく俺の雑学っすよ、これ。はいはいはい、最後ですね、医者です。ちょっと本当に迷ってまして、登山家と行こうか。俺でいいの？じゃあ医者登山家、はい、いいですかね。うん、じゃあ行きましょう。え、登山家行くってアバッチャン、この流れで。うん、え、吉田もどうだったの、9000は。9000は、9000は、この高山病発症の上位互換みたいなやつだったわ。さらに幻覚見えるみたいな。うん、声が聞こえるっていう、うんうんうん、話しちゃっていいと思うから話しちゃうけど、狂気の蓄積してるじゃん、俺らの体に。うん、うん、で、これをまあ、増やせば増やすほど神に近づけるみたいなことが書いてあるんだけど、100超えたらやばいよってことが書いてあった。あ、やっぱそうだよね。だからギリギリを攻めろってことなんだろうね。え、つか繁盛のこれ何、これ、巨大なこれ、なこれタコ、タコらしい。おい、すごいな、お前読めんの。読めるよ、それが当たり前だろ、お前。まあ、そうだよな。読めねえのか、うん、あれ、ごめん、話から YOSHIKI のは公開されてないってこと？加藤さんが権利持ってるから。いや、てかあれ、あ、見せたらプラスいくつでしょ、KK か。あ、あれは加藤さんだけがプラスだった。じゃあ後で見せてくれるんじゃない？あ、そうだね。俺と一緒か、じゃあ完全に。え、巨大なタコ、巨大なタコってなんか既視感あるよな。だからニャルロトホテプだよ。それは分かんないけど。え、うん、玉虫色の粘液、何これ、気持ち悪い、ね、これ。俺ニャルロトホテプ、タコと一緒、セット。あ、そうなん、この揺らめく炎、これだけイフリートなんだよ。イフリート、召喚獣的な感じなんや、これ。そう、時空を超越する四年体。え、これって神、あれだっけ、なんか過去にあったっけ。これデウスエクスマキナ。いやいやいや、過去にあったか、未来日記や。そうなよ。で、無謀の神をまた別の神。全部お前の好きなアニメやん、全部。そうだ、ね、未来日記もお前と指導見たわ。
だから、うん、これ多分だけど、うん、俺のその複数いる可能性があるね。まあそうだよね。複数っていうかこれなんかおかしくない？明らかに。まあでも幻覚の可能性もあるからね、これ正直。低酸素の成果って書いてあるから。ああ、そうか。あれ、繁盛に話したっけ？俺が行ったとこ。あ、鬼火でしょ？あ、そうそう、鬼火。だから、このイフリートが鬼火のことだよね、きっとね。うん。イフリート系のやつがいるね。うん、俺、酸素ボンベ公開しようかな、左下の。一応。あんま意味ないけど。あれ系はあんの？狂気ポイント系は。いや、ない、一個も。おまあ、そうか、体調が高山病体質をカバーするために持ってっただけか。うん。後々必要になるかも。これ、まあそうだね、加藤さん欲しいんじゃねえの？ワンちゃん。高山病別に、あれじゃないの、ま、もう使えないんじゃないの？いや、わからん。はい、質問したんだから。はい。で、3回目のソロ調査になりますね。はい。はい、またでは行動順に行きたいところにマーカーを置いていきましょう。被害者の6000。じゃあ7000。これ難所ってどういうリスクあるんでしたっけ？2人じゃなきゃ登れないんじゃない？難所は2人じゃなきゃ登れない。ああ、なるほど。うん、9000の1にします。教授の6000、登山家の6000。ではソロ調査3分スタートです。どうぞ見てください。おい、まあ、これは見せたいって人から見せていきましょう。うん、俺マジでちょっと最初に見せたいんですけど、いいですか？うん、大事な話をしたくて、うん、はい、見せます。登山家のやつなんですけど、これトーハングだっけ？トー、うん、トーハングのやつ。緊急時にロープを切るための鋭利なナイフ、それ以外にもさまざまな用途に使用できるということで、で、うん、ここでさ、ちょっとオニア調査員さ、炭素5000の2って見せらんない？みんなに。いや、すごいね、タイミング良くて、僕もう2個公開しちゃいます。僕も。あ、オッケーオッケー、はい、まず5000の2、これ狂気ポイントありませんのでご安心を、はい、うんうん、人の皮膚と血が付着している、まるで、これは銃殺かなに使われた、応殺に使われたかのようだ。これが虚偽とするとならば殺害犯はっていうのがまず1枚ですね、うん、っていうのがあって、どうしてもさ、そ、あ、そう、じゃあもう一個、うん、これも大事で、公開します。人間のものかは分からないが、うん、真新しい血が付着してるセットなんですよね。なるほど、はい、でそこに関してどうしても登山家がやっぱロープ、ピッケル、そしてロープナイフっていうのが、うん、まあ、そのピッケルとロープが殺害道具になってるっていうのがあってね、うん、やっぱそのどうしても一回そこをちょっと洗いたいなっていう今。なるほど、ね、俺がやったってこと？いやでもそういう風に見えてしまう。でサバイバルナイフとロープはだから血のマークついてんだよね、まあ、うん、これだけ、うん、でもこのサバイバルナイフは俺の持ち物っすよ。まあ今そういうちょっと情報だけで、まあ、ロープナイフとロープっていうのがね、探索の 5000m の2にロープが置いてあって、それでロープナイフを登山家持ってで、うん、あと1分未満だからさ、他になんか情報開示できる人がいない？俺の9000の1は見せない方がいいと思う、うん、みんな的に、みんなのために。あれあれ系か、狂気ポイント系か。うん、まあ重要すぎるなら見せてもいいと思うけどね。確かに。いやなんかね、話せばいいじゃん、話は口で今。重要、いやなんかね、これを言うすよ、言うと俺がやられる可能性がある。急戦すよ。あ、なるほど、自分を守るためにね。そう、これ、まあ、自分もだし、みんなを守るためだね。これ多分なんかあれだね、吉永ポイント高いやつ見せようとするよな、すぐ。いやそんなことないですよ。じゃあ見せなくていいっすよ、うん、だって俺あれっすよ、みんなのために、俺が持ってる6000の2、これ、うん、狂気ポイント溜まっちゃうから俺口頭で伝えたじゃないですか、鬼火があったよって。ああ確かに、みんなに。そう、うん、それはじゃあいいや、溜めようとしてないですよ。うん、なおね、ごめん、絶対会議時間があるはず。はい、ということで、ここからは7分間の全体会議になりますが、ここではカードを渡す、あげることができますけど、密談はできません。なるほど、もう早速始めたいと思います。7分間の全体会議スタートで。被害者の5000と6000が新しく増えてるけど、これ見てもいいやつ？あ、これ公開してるやつは見ていい。公開しましたわ。オッケーです。手帳数あんまり意味なさそう。狂気ポイント繁盛何個増えた？そんなに増えてるもなくない？もう俺さっき、ね、うん、これあれ手にした人だけその狂気ポイントが溜まるっていうやつを俺と繁盛は引いてる。そうっす。9000はそれ該当したの？見せる、見せる、見せる、うん、俺見せるね、9000、うん、あ、はい、別に大したあれじゃないよ。グロ15ポイント。ただみんなここに1個ね、キーワードがあって、狂気に身を委ねれば神の奇跡へと近づくでしょうってことは、ある程度やっぱ狂気をはらんでないとみんなダメなんだよ。で100超えないようにやっぱリスクを取っていかないと無理なのね、うん、逆にギリギリ行った方がいいのか。そう、この情報公開してやっぱ出さないやつは俺怪しいと思ってる、正直。ああなるほどな、うん、そう、その文章だなこれはな、確かに。そう、うん、なるほどね。ちょっとチキンレース的なところを
やっぱした方がいいんじゃないかなって、ね、うん、で俺教授の6000ははい俺布団ちゃん以外には見せない。え、そのなんでかは言えない。えそれピッケル欲しいからピッケルだけ欲しいじゃないと登っていけない俺が上に。ピッケルって上に必要なんすか。必要絶対。あ、みんな帰れないと思う。何所って例えばじゃあうんこちゃん以外の2人が登ったらいけないんすか。いや俺以外の人がもし頂上行ったらとんでもないことが起きると思う。多分、間違いなく不幸になると思うよ。別に行ってもいいけど、もう少し理由が欲しいな。やっぱ俺やっぱ登山家だからとにかくやっぱ、うん、ピッケル絶対欲しい。いやでも加藤さんピッケル血がついててロープにも、うん、サバイバルナイフで、なんならサバイバルナイフとロープも欲しい。あー欲しいんですね。うん、さっき布団さんがピッケルとロープはあなたのものですか。もと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 俺のもの。もともと俺で、いやそれ違えよ、それは俺のもんじゃねえよ俺はロープびっくりした。そうでもね自分で自供したから俺もびっくりした、うん、ただ俺ちょっと繁盛の9000円やっぱ気になってしょうがないな。そうなんだよね、俺の9000円入れたものなのに見せないっていう、本当でも言わないっていう、うん、あじゃあ、あれ一言だけ言いますわ、うん、禁断の魔術が記されてます。どういうやつなのそれは。これを例えば俺がこのこと言うじゃないですか、うん、そしたら誰かやられちゃいます。やられちゃう。うん、それは今すぐにってこと。狂気ポイントが増えるってこと。いやほぼ死体になりますそれはダメだね、それ絶対ダメだ。だから俺は自分のため、まあ、俺はこれ公開したら俺もやられる可能性、俺も死体になる可能性あるし、みんなも死体になる可能性あるからやんない。それはダメだです。なるほど、それはその所有者しか使えないわけじゃないってことか。例えばこれ公開するじゃん、うん、盗まれたらやばい。ああ、それは見せれない。で俺さ吉生と一緒にさ調査員と一緒にさ探索の2行ってその鬼火があったんだけど、俺ポイント貯めていいと思うよこれ。だってさ聞いて、今のこの狂気ポイントの点数見て、俺が一番高い、俺が言ってんだよ、俺が一番リスクあるんだよ。いやそれが神に近づくなんかの条件を満たしちゃう可能性もある。うん、いやこれもしかしたら誰かがこれユーマに取り憑かれてて、いくつ貯めたら頂上に行けるみたいな感じかもしれないじゃないですか。うん、そう、まあ、そうだ。なるほどなるほど。うん、だからなんかそれはどうなのかなと思いますけどね。あ、じゃあ分かった。じゃあ俺今後狂気ポイントが貯まるポイントは一切みんなに公開しないね。じゃあいやちょっとなんかゼロ100ですね。いや、俺を徹底して。いや、なんかそれって、うん、その、うん、ポイント受けてでも欲しい情報だったらいいと思うんですけど、うん、吉永のやつってもみんなが全員知ってる情報なんで、確かに、まあいいかなっていう。まあ、みんなが言うなら、俺はみんなに従うけど。俺でも今後一切絶対公開しないね、じゃあもう。じゃあ、医者にも、教授の6000、教授の6000結構大事だけど、もう一生公開しないから。貯めたがってるよ、狂気ポイント。でもなんかみんなのための情報だって言った方がいいですよ。だってみんなでね、登りたいじゃないですか。ちなみにさ、うん、ごめん、繁盛のその、見せない、言えないってやつ魔法はさ、うん、なんかこの神の奇跡とかその辺に関係してんの？なんか柔道講座名の神とか神みたいな。神は書いてないけど、うん、なんかやばそう。なんかもう絶対人間じゃなさそう。やれることは。人知を超えてんだ。うん。どういう、そのカードがあると、ランダムで人が死んじゃうの？それとも、いや、そいつが決めれますね。うわ、で今繁盛が決めれちゃうってこと？いや俺が決めれるんじゃなくて、そいつが化け物が決めれますね。あ、繁盛それ使えないんだ。それ使えない使えない。なるほどな。ああなるほど。条件を満たしてないから。はい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 。繁盛7000の1はどうなの？7000の1。7000の1は、これをあんま見せたくないな。ね繁盛1個言っていい？はい。お前さっきさ、あの高山病発症した時にさ、みんなにこれ見せようとしたじゃん。はい。大した情報じゃないじゃん正直。はい。なんで貯め落としたのみんなのポイントを。え、これだって俺しか食らわないっすよ。そうだけど、それ気づく前はみんなに見せようって言ってたじゃん。いや言ってないっすよ俺。俺言ってないっすよ。え？何言ってんすか。でサバイバルナイフに血ついてんじゃん。いやそれおかしいよ。だって俺言うわけないじゃないですかこれみんなのため。サバイバルナイフは何で持ってた。そう、なんで持ってんの。これは隊長の、言ってることがおかしいんで、護身用で持ってきました。でも血ついてるよ。血ついてるぜ。でもこれはマジで俺、これを知らない。7000見せないでしょ、7000見せないでしょ、お前。じゃあ7000見せますわ、じゃあ。見せたらし、これさ、ちょっと待って、みんなの意見聞きたいわ。これおかしいの、うんこちゃんだよね。
まあ、狂気ポイントだね。俺はマジでお前らを助けたいんだって。何だよ全部見せろや。見せてほしいよね。見せてよじゃあ全部。じゃあ、早く時間ない、時間ない、10秒しかない。じゃあ、これ見せるよ。やばいぜ。はい、じゃあこれ全体見せます。はい。これ、これ回復、回復です。あ、え？何これ？なんかよくわかんないけど、みんなが取りそうだから、公開しなかったけど。あ、さあ、ということで皆さんの目の前が真っ白になってしまいました。ホワイトアウトの時間になります。休憩の時間になります。この間に皆さんに追加のカードをお渡しし、まあミュートですかね。はいはい、はい、ミュートにして。やばい、いや今回難しい、マジで。早く長女の燃やすのよ。全燃やしてやる、マジで絶対全員燃やす。くそー、うんこちゃんムカつくなー。なんかちょこちょこ絡んでくんだ。なんなんだよ、あの人。絶対ラストもさ、強靭なんだよな。発狂する、あの人、絶対。催眠、恥、神経を持つ者人に洗脳する。やばすぎる、これ。洗脳されちゃうよ。なんなの、これ。気持ち悪いカード。いや、スキットルイしちゃダメだったか。なんだ、生命力って。これ多分、この数値が 30% 回復なのかな。鬼詰められたわ、うんこちゃんに。いや、これは絶対公開しない方がいいな。とりあえず、公開しないでいく。催眠電波受信機。いや、俺これ後からもらった。どうしよう、今。催眠電波受信機。怖いよ、マジ怖い。俺これ今から催眠電波受信機のカードもらったら終わりか。星のついたカードが3枚だけは取得できないでしょ ?1 枚。2枚。だったら俺が公開したら狂気の洞察取れんのか。うわ、頂上登るか、これ本当にピッケルがないと登れないのかな。追加アンダート神経覚醒、覚醒きた。決戦の時は近づいてくる。夢の中で炎は私にそう告げた。来たるその時に備えて彼は私に新たな力を授けてくれた。もはやなりふりは構っていられない。この戦いに勝利するためなら何だってしよう。私の中の正気が失われるたび、頂上の存在に近づいている感覚がある。完全に狂気に身を預けてしまえば、私は神そのものにだってなれるかもしれない。あなたは新たに神話的スキルを入手した。ボーナスミッションの点数は狂気ポイント割る10点となる。ただし、逸脱状態になると通常ミッションの点数が0になる。新たに獲得したスキル。ハテナとハテナフェーズのみ使用か。何度でも使用できるが、使うたびに狂気ポイントプラス10。プレートもの焼け尽くす、炎の魔術、対象いったり攻めダメージに、ランダムダメージで10から100を与える、ザマ、遠征、クトゥルバー。これです。これやります、俺。神話的スキルは確実発動するとは限らない。効果の発動の成功率は狂気ポイントパーセントだ。自分も貯めつつってことか。ランダムダメージ10から100っていうのがよくわからないけれど、俺、クソ面白いポジションいないか。ハテナとハテナフェーズってなんだ？あったー！あったじゃん。フォマルハウトより来たる生ける炎、害の森を焼き尽くし、混沌の化身を地上より放築せり。プラス10来ちゃうけど燃やしまくれると。俺じゃあ意外とあんま食らわねえ方がいいな。90に抑えないといけないね。俺これ、これ完全に分かったわ、これ。これうんこちゃんさ、これ、だから食らいに行ってんじゃねえのな。ボーナスミッションあるから。絶対そうだよな。燃やせんのか、ユーマ同士って。スキットル持ってるからさ、食らっても回復できないのかな。生命力か、でもこれ。狂気ポイントと生命力は一生同義語。でもこれを持ってたら、多分ユーマ同士の打ち合いで俺有利だな。6発しか打てねえか、狂気ポイント。あんま9000の2とか、8000の2とか8000の1探索しまくると、多分、ダメージめっちゃ受けちゃうな。この超面白い遠征クトゥルバが、クトゥルグアが使えねえな。うんこちゃん明らかに言動おかしいな。あの人確実にユーマだな。うん、こっからは、1分ずつ、まあ、質問コーナーって感じなんですけど、まあ、2分ぐらいやってみたかった。うん、はい。めちゃくちゃ面白いな。久々にやると。面白いね。面白いね。面白いっすね。なんと歯切れ悪い。いやいや、ちょ、本当に、なんか。考えてたよ、マフトンちゃん。言えないわ。言えないっす。やばいや、言えない。なんか考えてるでしょ。違う、面白い理由を言ったら、それはゲームの話になっちゃうから。まあね。できないって。確かに。そんなバカなこと言うんじゃないよ、お前。なんか息が荒いな、繁盛。いや、
うんこちゃん言えねえっす、それはなんで荒いのかは。あ、なるほど、はい、まあじゃあ開始したら教えてよ。はい、ここで探るのやめてください。うん、いやなんか息が荒いな、ちょっと出ちゃうな。おのおの思うとこがあるんだろうな。この時間結構むずいな、ゲームに喋っちゃいけないの。結構きついね、やっぱ、うん、こんなサクサクだったっけこのゲーム。なんかすげえ、なんかサクサクね、なんかそうだね、ほんま慣れたんじゃない。必要最低限の情報しか、うん、だってさ、初めてやった時さ、もうなんかぐっちゃぐちゃだったもんな、誰が喋ってるのかわかんねえみたいな。、うん、質問はこの狂気ポイントと生命力って違いますよね、多分。違うんじゃないですか、さすがに。え、じゃあこの持ってるアイテムっていつ使えるんですか。この飲むと生命力が 30% 回復する、俺アイテム持ってるんですよ今、スキットルっていう。これいつ使う、最後のこれハテナハテナの時も使えるんですか。どうでしょうね、喉乾いたら飲めんじゃないですか。ああ、なるほどね、喉が乾くと分かんないですね。はいはいはい。え、じゃあ今自分の生命力っていうのはこれに表示されてないですよね、多分。まあ自分の体のことだと思うんで、自分の体に聞くのが一番。全然確信得れない質問が。で、新しいスキルもらったと思うんですけど、はい、新しいスキルをもらってるんで、元からのやつはあります。元のカードがあるってことですか。追跡はまだ持ってるスキル。あ、持ってるですよね。で、追跡は最後の最終会議も使えるっすもんね。まあこれはいつでも。そうですよね。まあ炎が、はい、語りかけてきたと思うんですけど、はい、なりふり構ってらんないです。はい、その力を存分に使ってください。いや早くね、俺シューマイって全員燃やしてやりてん。俺のこと疑ってきたうんこちゃんとか全員燃やしてやりてんだよな。ハテナハテナフェイスまで使えないんで。そうですよね。いやだからちょっとね、ハテナまで使えないんで。うん、でも最後ね、ほんと矢上ライトみたいにさ、ニヤッと笑えてんだよな。ほんとにぐっちゃぐちゃにしてやりてんこいつら。ほんと生意気やがって俺のこと。絶対ぶち殺してやろうと思ってますわ。はい、じゃあ後半も頑張ってください、はい、さあ第3回の時さ、俺らなんか目玉引いちゃったらダメってのヒルさ、もう完全開けてったもんな、時間なさすぎて。マジでね、俺ガチで先輩だったらしい。いやでもね、ああだったらでも繁盛がその、うん、みんな開けてこってなっちゃうのしょうがないと思う。いやもうね、分からん、ああだったら。だって時間ないから開くしかないし、うん、しかも冷静に慣れてないから、自分のさ、やっぱこの時ってさ、自分のミッションどうにかしようみたいなとこでもあるじゃん。うん、あの話もめっちゃ被るとこだから、ここって。そうっすね。いやこさ、最終会議時間がなくなった時に俺暴走しないようにしないと。いや別に自分抑え込む。しょうがなくない、もう時間もないし、いや時間がないままが一番シャバいし。まあそうだね。そう、ただ今回思ったのがさ、あの、うん、全部やっぱ開いて終わるじゃない我々。うん、うん、開かないで終わる展開もあんのかな。カードも選択しなきゃいけないけど、開かないで終わる展開があるとしたら、この星のカードがついたカード3枚公開しないといけないとかあるじゃん。みんながこれ隠したら多分見れないよね。 あるね。そうやん、うん、その展開もおもろいだもん。おもろいと思う。狂気ポイントもあるしな、うん、今回な。では後半戦の方に行きたいと思います。はいはい、後半戦はソロ調査からですね、はい、ここからはソロ調査5分になります。はい、じっくり調べていきましょう。はい、も特に変わりません。調査員からです。行きたいところにマーカーを置いてください。では9000の2いきます。行かれたか。8000の2。7000のじゃ2で教授の7000。いや俺やべ、先生さん変更できます。できまあいいですよ。いやいいっすか、ごめんなさい、これ一応まあまあ別に、はい、神秘の遠足って いけます。俺ウドロッケ持ってますよね。まあ公開するならね、公開カードなんで表にやってないんで、表にするならそこに行っていただいても構わない。あ、できますか。はい、あ、じゃあごめんなさい、ご全体で公開します。これ公開で、ごめんなさい、なので、加藤さん8002が開くので、もし来た限りは、記者、記者となんか8002開いてますけど、来たかったら行ってもいいですよ。ごめんなさい、俺は大丈夫です。俺も大丈夫。はい、じゃあ医者教授の5000いきます。それでは5分間のその調査スタートです。おー、もう OK、 俺じゃあ公開しますわ。はい、大したことなかったんで、ボイスレコーダー、被害者のテントに仕掛けてあったものに、奇怪な絶叫が録音されていた。血を捧げよ、亡骸を捧げよ、それらを神への供物であるって書いてあります。あ、なるほど。あ、まあこういう、はいはいはい、ちょっと怖い系の音声ですね。怖い系だね。はい、じゃあ5000の1、はい、教授、
ケースに丁重に収めた鉱石のかけら、美しい石だが、うん、なぜか若干くすんでみる。これは、はい、教授どういうものなんですかね。これはそうですね、まあ一応まあ実はこの山にですね、まあ被害者のリーダーの死とはもう一つ別にやっぱ地脈探索に来てますので、うん、ここの山から取れる、まあ、鉱石の研究の一環ですね。未知の鉱石、ね、ありがとうございます、はい、俺はちなみにすごい大事な情報だけど狂気ポイントが溜まってしまうんでみんなで公開しません。口頭ではどうですか。口頭で、うん、口頭でも言いません。やっぱそれはちょっと言いたくない。これは口頭は言っていいんじゃないですか。あ、じゃあ5パックっすよ。5ぐらいいいですよ、全然、狂気ポイント、さすがに。いや、僕は余裕あるんで。僕は守りたいから、絶対しない、俺は。これは、オニアのためにも、うん。あれ、ピッケルとかサバイバルナイフ系を全部くれるんだったら、まあ、公開してもいいよ。これさ、言ってることさ、俺らのためじゃないよね、正直。確かに。いや、じゃみんなのため、マジで。みんなのためだったら、じゃあ、公開してくださいよ。え、もう5ポイントとかいいんじゃないですか。だって、これ後半なのに俺らまだ今日半分っすよ。ゲージ、いや、危ない。危ないなんで、うん、どういう規模の危ない、死が出る、死が出る、出ない、出んの本当に。いや多分これオニアは、まあ、お前魔術とか研究してたでしょ。正直いやーもうあんまり興味ないっすね。神話的事象に関する魔術の研究者。まあまあでもおおむねその辺も魔術は秘術、あ、人の身に余る神話的秘術の話あったでしょ。あ、まあまあ興味ありますね。でもね、でちなみにこれ公開したら2人知ります。いきなりだと、なんか狂気ポイントたまるから見せないって言ってから2人死ぬっておかしくない？いや俺だからそバディ調査でオニアと行こうと思ってたから。あ、なるほど。あ、なるほど、うん、まあじゃあ僕もうエクストラゾーン入ったんですけど、あ、見せてる、いい話乗ってんでこれ、うん、僕が勝ちますよこれ。え、僕が勝つって何？僕が勝つって何？見せないです、これ僕勝ちますよこれ。は？だからバディ僕と言った方がいいですよ。勝つって何？で、いやでモテる情報全部出した方がいいです僕に。もうそのレベルのものです僕は。ガンジョがまず1個持ってて加藤さんが 2人ぶっ殺すって言ってるじゃないですか。いやぶっ殺すってか俺はみんなを守るために今これを開かないって言っただけだよ。あ、俺はどちらにも。でもちなみにオニアそれ、はい、お前がもしやらなかったら俺お前を殺せるよマジで。もしも時間あったらしかピンポイントでお前だけ殺すことができる。だから開いてうわじゃなかったら俺は 今その使ってしまうことになる。あ、なるほど。そうそこまで言われるとちょっと。でもいいよ、それはオニアに任せるよ、判断は。お前は精神を開こうよ。わかりました。あとさ、もう時間があれ、ちょっとまだ待てない、うん。まだ待ちたいですね、俺は。じゃあさ、一旦置いてさ、うん、9000の1と2は。確かに。9000の2は、なんか繁盛と同じで、ちょっと魔術的なことが書かれてて、これね、公開しない方がいいかな。お前ら、本当かよ、それ。なんかみんな本当かよ、つうか死ぬだろ、なんかね、うん、なんか、これ、よくねえ気がするな。あ、じゃあ、俺開こうか。お、教授の話だよ。見てほしい、見たい、見たい、見たい、はい、ごめん、終わっちゃった。はい、ということで、ポイントのね、処理してない人はイベントカードをしてポイントの処理してください。はい、僕、プラスします。やばい、登山家いる一人バディ調査になります。先ほどと手順は変わりません。そして同じ人を呼んでもらっても構いません。オニア教授、はい、じゃあ下行きましょう。調査員教授、ちょっとさ聞きたいんだけどさ、うん、喋ろうぜ。登山家はさ、そのオニアのカードを開示しないと、うん、まあちょっとね強い言葉言ってたけど、うん、どうやって殺そうとしてる。まあ、2人だけで言ってもいいけど、おぞましい神話的事象に関わる資料、人の身に余る神話的秘術の行使により二人の供物を捧げることになるだろうとかだろう。ああ、そういう意味での二人なんだ。うん。まあ医者っていうのもあって、うん、被害者とも友人っていうさ体もあるから、はい。そのやっぱその焼死体、うん、まあ焼死体とその殺したピッケル子だ殺した犯人やっぱ見つけたいんだよね。うん。じゃあちなみにさ、俺今さ情報開示したからさピッケルちょうだいよ。開示してないじゃん。え、ちなみに今9000の2公開されてますけど。え？バグ？わかんない。一応見ないでおこうか。見ないでおこうか、はい。え、それはでもさ、本当のこと言ってるかわかんないから開示してよ。え、でもそれ、多分3分の2で死ぬぜ俺ら。え、でもそれは何？発動条件になってるの？それを開示することは。え、そうなの？いや、でもそれただのあれじゃないですか。記者のあれ、うん、あの記者っていうかあの教授のメモじゃないですか。いや違う違う、供物を2人捧げることになるだろうとかなる。だからそれはだから条件だけの話で。そう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 、なるだろうなんで。別に開示してもよくない？うん。え、でもそう、あのお前ら2人だけ狂気ポイントたまるけどいいの？だって俺の狂気ポイントプラス5になってんじゃん。え、布団ちゃんこの7000は見せれないやつ。あ、7000見せれるよ。ただ
これも狂気ポイントが溜まっちゃうんだよ。あで、まあ、これ内容はあの順位と一緒に見たやつだよ。あの銀色の筒、あ脳みそのやつ。そうそうそう、で中には人間の脳が入ってるっていう形で、ただちょっとでも今この流れからすると銀色の筒がそんなピンとこない情報かなと思うから、うん、まあ確かにね、いらないね。教授の6000も大したことないですか、うん、教授の 6000? はい、は言えない。なんかさ俺さこのさ消死体っていうのがあるからさ、俺その雷操るやついるんじゃねえかなと思ってたよ。あ消死体ね。そう、この山の雷鳴ってのがあるじゃん、うん、5000メートルで。なんかそういう情報ちょっと欲しくて。知らない知らない知らないか。で教授のそのさ6000のとこには雷とかっていうワードは特になかった。それも言えない。それを言ったら言ったことになっちゃうから。あったかもしれないし、なかったかもしれない。それでも聞いたら2人にとってデメリットだよマジで。なるほど。なんかきな臭いゲームになってきたな。次は教授です。なんで今うっすら聞こえた。なんかノイキャンするの。なんて、はい、記者で俺か、OK、はい、はい、じゃあ教授記者していきましょう。はい、ね、俺あんまり実は俺行ったことないじゃなくて、うん、あーじゃあ車線 2OK。 これ頂上行けんの。あれ加瀬さん、これ頂上行けるんすか。我々行けるの。もう変わんない。河川さん水になってるけど。あ、そういう系か。言えないってこと。言えないってこと。これぶっこるくか。でも、まあ、8000の2って言ったから8000の2なんじゃないの。え、でもちょっと行ける行けないってあったら行けないって加瀬さん言うはずだから。むずい、行ってみるの。ぶっこるくか、頂上。ぶっこるくって何ね。ぶっこるくって何。ぶっこるく。頂上行きます。加瀬さん、え、オッケーですか。加瀬さん、これぶっこ抜いてるけど、え、加瀬さん大丈夫。あ、大丈夫。あ、オッケー。ぶっこ抜け。じゃあ俺には行きます。はい、頂上。はい、世界最高峰。このカードははてなはてなフェーズか。あ、読んじゃけねえわ。最高の景色だ。ここは単なる地球上の最も高い場所がないところを誰もか悟っていた。え、これ何もないの。食らうのない。おお、じゃあ見るわ。公開してくれ。思ったより拡大見た。あ、見る。あ、じゃあ自動公開なんか大したことなかったんだね。この頂きを制するのは一体誰だって。どういうこと。じゃあこれさ、あれか、なんか頂き行ったらさ、なんか制したらいいことあるじゃんこれ絶対。でも俺今制しちゃったよね。いや、制してないんだろ。だからそう、自動公開がどうなの。で一応今鬼屋が制してることになってんのか。俺これさ、登山から反応見ていい。俺匂わせるわ、うん、鬼屋なんか釜かけたら見せないで。いや、もうかけてる。いや、もうかけてる。登山家に、登山家さっき食ってたじゃん、お前殺せるっつって。うん、繁盛も殺せるっつったのに、繁盛あんまり俺来なかったじゃん。うん、登山家だけやけにぶっ殺すって聞いたじゃん。そうだね。だからなんか握ってんの、登山家が。間違いなく。いや、あのね、絶対うんこちゃんね、人間じゃないよ。え、繁盛のその魔法ってのはちなみに結局強いの。それはめちゃ強い。あー、これやばい。もう普通ほぼ一人死ぬ。なんかその時空超越みたいな感じ書いてある。時空っていうか、まあ大体そんな感じじゃないの。時空っていうよりも、うん、神秘的ななんちゃらみたいな。そうそうそう、そういう系、そういう系。では戻りましょう。はい、まあ、確かにでもそう見てもおかしいんですよね。ロープもピッキルも。じゃあ医者。医者行きましょう。あ、これスタートです。吉永狂気の洞察選んだんだ。じゃあ8000の2とかか。いや、なんか見たいとこないっすよね。どっちかって繁盛の話がしたいってなるけど。あ、じゃあ8000の2から、じゃあ一旦、うん、8000の2見ます。超古代文明メガラニカ。南極にはかつて氷に閉ざされる以前、根源種族の都市があったという伝承がある。彼らは現世人類をはるかに凌駕した技術を持ち、そこで変幻自在の流体自立ロボットがあれ労働になっていたという。南極が氷になる前の話か。なんかでも物語のバックボーンみたいな印象あるよな。まあそうっすね。なんか俺だと話してなんすか。これさっき繁盛に言ったっけ、そのさ、俺自分のさ、やっぱ役割として、俺ちょっとオニアとやっぱその純一がちょっとなんか、はい、ちょっとおかしくなってきてんじゃないかなって思っちゃってて。もうおかしいですね、はい。うん、で、ハンジは割と冷静かなって思う。俺は冷静めですね、はい。うん、で、俺やっぱりその目的は殺した犯人を見つけたい。はい。電撃操るものっていうのを今俺見つけたくて、はい、そう、雷を操るやつがいるんじゃないかって思ってんだよ。雷確定っすか、それほぼ。消死体は俺はちょっとかなり確定。まあ確かにね、うん。で、教授がなんかちょっとそういう黒魔術的なとこ詳しいし、はい。登山家はまあピッキョルでちょっとね。うん。やってるしね、殺害してる可能性があって、うんうん、で、まあ、繁盛はさ、ナイフとさ、あとちょっとその心霊写真的な、まあそうですね、なんかその情報欲しいなって。そういう、いや、これ多分ね、全員怪しいものがあるはず。
あ、今公開されてない。布団ちゃん今公開されてないじゃないですか。まあ俺されてないからな。はい、これ多分自分がもともと持ってた持ち物ありますよね。それが凶器になっちゃってるんですよね。俺はもう何もしてないんですけど、うん、そういうのが多分布団ちゃん7000とか6000、5000に多分あると思いますね。だから全員怪しく見えると思います。まあ確かにちょっと俺はあれだよね、あの白く見えてるよね、そういう、はい、何も今情報がない、ね、情報がないからですけど、だってうんこちゃん今7000、6000の教授公開してないけど、多分公開したら鬼は犯人だってなるような多分やつなんですよ。まあでもとりあえずじゃあ今はあれだね、雷に関する情報はないって。ないっすね。俺はないっす。はい、うん、でもこれはあれですよね、隊長の死因を知りたいってことですね、殺したやつを。そう、ああ OK です OK です、うん、問題ないっす。雷、うん、OK 了解、分かった。はい、じゃあ上で、じゃあ戻ります。何しに来たんですか、ヤバい。登山家何しに来たんですかこれ。だから聞いたらヤバいってことじゃない。あの教授と行きます。え、吉田さ、うん、今何喋ってたの。なんか加藤さんが取った教授の7000のやつで、これなんだっけな、クボツ2人。ああ、聞いた。そう、うん、池に見た、ね、あ、聞いた、うん、で、なんかあとはオニアの神秘の陰徳とか頂上のことは俺がいないとこなら、俺がいないとこでなら話しなって言ってたから、その会話を自分が聞いちゃうとなんかダメージ食らうみたいなやつ。え、これ9000の絵見ていいの？あ、いいよ。あ、いいんだこれ。これさ、待って、9000教授の6000の話ってした？教授の6000の話はしてないっすね。オッケーオッケー。班長さ、うん、俺の9000の2と同じような感じなん？ね、全然違うね。あ、全然違う。うん、だってこれだったら見せてもいいじゃん。あのさ、そうだよね、あと繁盛が言ったらさ、これを見せると死人が出るよって話をしたじゃん。そしたらどういう、その、なんつうの、あの、物理的？それともなんかこう、いや、物理じゃない、物理じゃない。魔術的？魔術的。え、これだって、まあ、あれですよ、あの、だ最初の一言言いますね。禁断の魔術が記されているって書いてあるんですよ。うん、うん。で、これを、あの、多分使えるやつがいるんですよ。そうだね。俺、それがなんかちょっと、強靭な感じがするんだよね。いや、あり得る、全然。で、それが、二人生贄を捧げることで、それを使用可能ってことで。うん。でも教授は仕事上、それを調べていた可能性もあるんで、全然うんこちゃんの可能性もあると思いますね。行動があまりにもおかしいから。まあ確かにな、うん、あの登山家の5000はまだ出てないのか。出てないですね。でもやっぱりあの登山家まだ登りたい意思ってのは結構言ってた。登りたい意思は聞いてない。あれも見せなくていいよって言ってるんですよね、加藤さん。オニアに、オニアしか知らない。あれ、オニア頂上ってオニア以外誰か知ってる？俺言った、俺が言った。あ、じゃあ繁盛も知ってんだ。なんかなんとなく。で、加藤さんさ、知りたいはずじゃん普通。でもなんか誰にも見せなくていいって言ってるんだよ。頂上はやっぱりまだ言えない、班長も。いや、頂上なんかなんとなくしかオニアに聞いてないっす。なんかいただきを手にするのは誰だみたいな、大体。でもまだわかんないっす、それが本当なのかもわかんないし。え、この狂気の洞察はどうだったの？あ、狂気の洞察はね、アイテムは手に入ったんだ。入った。まあ人によっては多分めっちゃ重要なんだろうなって感じ。あ、なんかそのそれがあったらなんかできるみたいな。ああ、そうそうそう。あ、はいはいはい。だから今開きたくないって感じなんだけども、最終的には開くことになるのかな。別に吉永知り合いじゃね、別に開かなくてもいいんじゃないの。どうしようか迷ってる。まあ、犯人が見つかるような情報になるんだろう、うん、ちょっと欲しいかなって感じ。医者ですね。はい、あ、それはないっすね。俺は教授ときます。教授怪しまれてんな。うんこちゃんはどこ見たんすか、二人で。ね、8000の1。どうでした？まあおいおいかな。マジですか。おいおい、まあ、見たいだったら見てもいいけどって感じ。見たい。みんな帰ってきたからでいいんじゃない。じゃあ、オッケーです、オッケーです。うん、何の話したの。あ、狂気の洞察とかですね、吉生の。あ、教えてよ。あ、でも結局教えてないっすよ。いや、なんかどういうものかみたいな、なんとなくなんかアイテム取ってたから。大したことない。今一人言って大したことあんのかもしれない。なんかでもマジで今よ、あのオニアと二人喋ったんだけど、隊長やったのオニアだよ。え、さっき医者って言ってたじゃないですか。いや、俺勘違いしてた。ミスリードされた。なんでそれは教授になったんですか。だっておかしくない？頂上も開けられない、神秘の陰徳も開けられないって言われて、いや、お前詰めてったら絶対言うなと。あいつはなんかタコがなんとかとか言ってよくわかんないこと言ってタコはこれからあの言ってたやつかな。そう、幻覚の何のことかよくわかんないんだけど、そいつに操られて殺されたとかよくわかんないこと言ってたよ。え、じゃああいつはあの殺したことは分かってるんですか、自分が。うん、みたい。発狂してるよ。あいつって殺した。それでも自分だからそれをね、知り得るカードを持って俺が教授の6000で、はいはいはい。それはそれ見せられないんですか。これ見せたら多分吉永死ぬね。本当っすか。
じゃあ班長には見せられるってことですか。いや、じゃあ見せてって言って見せたら多分死ぬと思う、その人。え、じゃあなんとなくのニュアンスで伝えられないですか、公開戦争。神々の戦争みたいな。俺よ、何のことかわかん、じゃあ何のことかよくわかんないんだけど、タコだの、なんか甲殻類だの、人手形だのみたいな。ニュアンスでその感じ。うん。の研究してるんだ、オニアが。なるほど、なるほど。はいはいはい。うん、で、オニアが教授を、教授じゃなくて、隊長殺したって言ってたんですよね。言ってた。代理人だって言ってた、なんかの。あいつが話が長くて途中でわかんなかったけそれ言われたら何も言えねえ。え、吉田って6000のには大したことなかったよね、鬼火だもんね。うん、6000のには、発狂に溜まっちゃう。まあそうだね、意味ないね。から、うん、じゃあ見せようか、6000どっちか死ぬけど。ちょっと見たいかも。じゃあ吉田に見せようか。でも吉田死ぬよ、本当に間違いなく。じゃあ、同時に見ようよ、じゃあ一緒に。いやいや、お前見て、俺死にたくねえ。いや、俺も死にたくねえよ。そこ鈍いちで、お前ロシアンルーレット死ぬ。いや、ロシアンルーレットだと俺死ぬもん、大体運悪いから。なんか、時間コントロールしてない、うんこちゃん。いや、そのお前ら委ねただろ。ほんとっすか。ということで、うん、最後の調査になります。ソロ調査、はい、行動順に行きましょう。じゃあ、俺もう医者の7000行きますわ。はい。医者の6000。はい、じゃあ、調査員の5000。医者の6000。自分ならあ、ごめん、じゃあごめん、加瀬さん書いていい、俺医者の5000、医者の5000、そうかそうか、まっちゃんが見ないのに。じゃあ俺は記者の6000だな。はい、うん、それでは5分間のソロ調査スタート。はい。うん、これは見せなきゃダメだ。俺も公開しちゃおう、これ俺もしちゃおう。どうせ医者めっちゃ助けて医者なんかボコボコにしてない、なんか血だらけなんだけど医者。これ俺の5000から言っていい。5000からじゃあ、うん、隊員の、ごめん、これ表記ポイントプラス5になっちゃうんだけど、はい、隊員の健康やメンタルチェック、体温や酸素濃度など検査項目に人間ではありえない数値がいくつも並んでいる、書き間違いだろうか。これちょっとおかしくない？もうおかしい。鬼は言っちゃえよ、もう言っちゃいますか。うん、ちょっとじゃあ行きましょうか。じゃあ頂上の景色を見せちゃいましょう、皆さんに。おお、うん、うん、いいとこだ。ちょうどもう人間では人間では来てるんで、人体公開頂上です。世界最高峰、このカードはハテナフェイズで自動的に公開されます。さあ最高の景色だ。だがここは単なる地球上で最も高い場所ではないことを誰もが悟っていた。この頂きを制するのは一体誰だ。おかしいんですよ、これ登ったはずなんですよ、頂きに。終わってないんですよ。あー、なるほどね。ハテナフェイズに決まるのかな。しかもまっちゃんのこの文章によるとね、人間ではないみたいな色々あって、ちょっと人外の情報が多い。うん、でこれはさ、なんでかっていうとさ、高山病発症のところに書いてあるように、うん、巨大なとこ、玉むしろの粘液、揺らめく炎、みんな人間じゃないんじゃないかっていうさ、吉田間の、うん、意見がなんかここでつながるんじゃないかな、診察で。なるほど。俺でも人間だぜ。俺も人間だよ。俺も、僕は人間ではない。ちなみにオニアも人間じゃないって言ってたよ。っていうか、これ全員人間じゃないはず。この5個のどれかにみんなが当てはまってるはず。なんで？そうやな、ってこれどう考えたって。どう考えたって分かんなくない？吉野もお前何なの？それは言えませんよ、さすがに。人間じゃなかったら何なん？この5個のどれかです。オニアはタコって言ったよ。オニアはタコって言ったよ。オニアはタコなんや。いや、うん、5個って5個もあった？ 5 個あんじゃん、高山病発症のとこ。オニアタコだろ。オニアタコ。いや、タコはニャイロードホテルだって。いや、どういうわけや。だから詳しかったんか、ニャルロトホテルに。ニャルロトホテルは人間の味方なの。いや、でもタコだって俺ら既視感あるじゃないですか、タコが過去に何したか。そう。でもこれ見たいな、ここまで来たら。教授とかも、教授見せたら死ぬよ、本当に。教授の7000は2人死ぬよ。本当に死ぬかどうか見てみたい。いや、そう、やばい、これ公開したら。いや、加藤さん嘘ついてるかもしれないよ。そんなやばい、もう置くかな、7000のこの3に。でも俺ちなみにみんなに何言われても見せませんよ。嘘じゃん。じゃあ7000やん。俺6000だ、おにぎり。お前ハンジ、そんなこと言ったら記者の9000から見せろ、1から。それだけはダメです。それを 見たいって言い出したらもう終わりです。あ、ほら一緒じゃねえか。じゃあダメです。ちょっと整理しちゃう。あの登山家の6000じゃなくて7000が見せれないの？6000も7000も見せれない。あの教授のね、登山家の5000は、登山家の5000は、そんちゃん、まっちゃんじゃない、さんです。これか。あ、ごめん、ごめんなさい、これは見せれるよ。ごめん、これも EX 世界全部見せてるから。記者の6000も、はい、記者の6000は狂気ポイントがたまる。だから言葉で言っていい？やめていいんじゃねえ、まっちゃん、もうこの際。うん、
貯めてってどういうこと？え、あの貯めてなんか都合悪いものない？なんか俺はみんなを守りたいからさ。ちなみに余裕なんだよね。あの俺の狂気ポイント55ポイントで、俺が一番上でみんな俺を怪しんでるんだったら貯めてよくない？いや俺これ狂気に身を委ねれば神へのあれ近づくって言ってるんですけど、多分狂気ポイント高いといいことあるんじゃないですか、人間じゃないやつは。じゃあちなみに俺人間じゃないけど、ちなみにじゃあ言うわ、あの無線機がある、うん、で、あの記者は無線機で受信をし続けてる。クンドゥルイムグルナフクトゥルフルルイエウガフルナルフウダドンって書いてある。うわクトゥルフっつった。加藤さん8000の1は8000の1。まあ条件次第かな。全然後悔してくれないじゃないですか。何なんだそれ。あと登山家全部沈黙してるんだよねこれ。キルいらない？もしかしたら。ということでソロ調査の時間は終了になります。ここからは全体回帰の時間になります。の河川さんへの道なんてやっていいんですか？一瞬1分とか質問で。じゃあ一瞬だけ。これ15分入ったらね。いや今言って。あ今？河川さん一瞬だけ見なさい。あいつ怪しいな。神秘の陰徳開けないもんね。神秘の陰徳はどうしても開けられないって言ったな。そのやっぱどうしてもさ、登山家が結構開けてないところが多くて。そう開けてほしいな次。いやもっちゃんいいよ、じゃあピッケルくれたら開けるよ。ピッケルくれたら全部開けるんですか？全部開ける。いやあの教授は開けれないけどね。じゃあさ俺ピッケル開けるよ、話し合いはここから15分になります。はい、それでは最終会議スタートです。いいよ、じゃあピッケルもらうね。その代わり俺だけに7000か6000どっちか見てほしい。それ俺指定していい？あでもまっちゃん見たら死ぬぜ本当に。見た人え、じゃあじゃあまっちゃんに探索の8000の1見せるよ。まっちゃんだけ。え全体じゃないですかこれ。全体でいきましょうよ。全体まっちゃんくれるんだったら全体公開する。いや俺は全体公開できない。なんで？あすみません、最後の3分は密談ができないので気をつけてください。はい、はい、あと皆さんがもう喋りたくないと思ったなら途中でやめることもできます。なんでその俺が見たら死ぬか本当に。本当かな。えだからでも確かにそれ8000の1は見せれるよみんなに。じゃ見たい。でピッケルくれたらね。え加藤さん俺のロープとかはいります？いらない。もう頂上見えてるじゃないですか。でも欲しい俺。でじゃ嘘じゃんそれって。頂上見えてる。じゃ別にじゃ見せないしいらないじゃあ。なんで欲しいかを教えてくれよ。そしたらあげれるから。えだからみんなを助けるために欲しい。なんでどうやって助けんのピッケルで。えこれだってこの山ってもうさみんなさちょっとさおかしくなってるってのは分かってるでしょ。そうだな。それ救えるの俺だけだから。うん。だってもしかして俺はちょっとじゃああげらんないな。そしたら分かった、じゃあいらないし見せない。じゃあ分かった、うん、え今整理すると記者は何個隠してますか？え俺2個ですよね。俺1個しか隠してない。あれ全体今回9000の、1と8000の2見えてるもんね。8000の2はあれこれ俺だっけ？来たんだってる。あ、じゃあ繁盛さ、うん、はい、これさ、水台行っていいの？俺繁盛と水台行って繁盛に教授見せるよ。あ、マジっすか？あざす。あ、俺も全然、あ、ごめん、鬼や、あ、一回じゃ全体公開だけしてあっち行くわ。あ、だから見せれるんだ、オッケー。うん、これ全然俺これ焦った。じゃあ密談行きますか。下え、密談できるよね、これ最後の部分だけできるんで、はい、じゃあちょっと、俺もさ、密談行きたい。教授と1組ずつになるので、登山家と1組ずつ、記者の密談が終わってからにしましょう。はい、あ、オッケー、了解です、1組ずつか。密談怖いよ。はい、1分です。はい、はい、じゃあ教授のどっち見せてくれますか？あ、じゃあとりあえず、あ、じゃあいいよ、教授のどっち見たい？え、どっちでも大丈夫です。え、どっちでもいいよ、本当にお前。え、じゃあ6000。あ、いいよ、じゃあ6000見ていいよ。はい、大したことないじゃないですか。9000見してよ。いやですよ、だって全然関係ないじゃないですかこれ。でも判事俺には絶対見せた方がいいよマジで。いや、ダメです、ダメ。じゃあ なんで全然関係なかったじゃんこれ。え、見せないんだね判事。じゃあはい、じゃあいいよ、見ない。え、なんでなんすかそれは。え、なんでこれ嘘ついたんすか6000は。いや危ないじゃんダイナマイトって。ふざけんなよウコちゃん、そんなわけないでしょ。危なくない、どう考えてもダイナマイト一人死なないじゃないですかこれ見せても。いや、まあ、ダイナマイト危ねえだろ普通に考えて。ピッケルとダイナマイトどっちが危ないって聞かれたらダイナマイトが危ねえだろ。いやまあそうっすけど、これ見せても別にありましたでいいじゃないですか、うん、ダイナマイト終わりです、戻りましょう。はい、今狂気の洞察開きましたよ。あ、本当だ。うん、あ、なるほど。へえ。なるほどね。え、これさ、ちょっとさ、え、一個俺言っていい？うん。俺登山家のうんこちゃんとさ、密談行ったんですけど、うん。これなんか6000の2やばいってすで見せたら、うん。死ぬっていう。7000の1。え、教授6000も見せたら1人死ぬって言ってたじゃん。言ってた。え、なんもなかったよ。なんかダイナマイトがあっただけ。いやいや加藤さん勘弁してくださいよ。なんでその嘘つくの？
なんで嘘つくの？で、あのさらにあの俺のさポイントじゃ、俺45だったの分かるでしょ前も。うん。狂気ポイント貯まるから見せないって言ってたじゃん。うん。俺増えてないでしょ。俺見てたけど増えてないよ。だから嘘ついてんどっちか分かるよね。いやいいよ7000も開くよ今。うん。お。はい。お願いします。うん、はい。突然見せてくれるようになっただけどういうこと？もう見せるよ。はいどうぞ、はい。カード持つものじゃないですかでしかも。本当だ。危ねえじゃん。余る神話的にシリーズの行使において供物は成功率直売は効果高める。カズさんこれで2人死ぬって言ってたんすか。いや危ねえだろ。どう考えても2人死ぬくねえだろ。いやいや死ぬ人が。じゃあ一応じゃあ6000の2は公開できないですか教授の。もうここまで来たら6000の2もいきましょう。これさパワーストーンのことじゃんこれ。うんパワーストーンのことだね。そうですね、うん、あそうだ6000の2公開できます。でもこれは俺のこと嘘って言ってるんですよ皆さん分かったでしょ。でもこれさ見せたら2人死ぬとかいうものじゃないじゃん。あじゃあ見せようか。わかんない。あじゃあ見せてください6000の2。いいよいいよ。急に見せてくる。え6000の2だって俺に嘘って言ったからダイナマイトだって嘘つくなよって。ダイナマイトじゃん。よしすいません。じゃあちょっとこのタイミングであの教授とあの行ってきます密談。はいはい。ちょっと加藤さんとんでもないっすね。もういやあと爆弾だよ。ダイナマイト持ってあんま関係ねえし。でも繁盛とはい、あの吉田マネージャー2人だけに、はい、じゃあ話そうか。はい、俺お前らの正体知ってるよ。ちなみに2人とも正体ってなんすか。班長知らずらしいな。いやいや知らないっすもん。俺何のことですか。まあ、俺はもう人間じゃないって言ってますからね。うんそう班長も人間じゃないよちなみに。いやいや俺人間ですよ。人間あんま人間だろお前。じゃ人間じゃないよ。あいや人間だけどお前はお前の意思でここに来てないじゃんだって。まさか何言ってんすか。いやお前の意思で来てないのになんでその白々しいの。まみんなを守るためにこの情報を伏せてたの。これダイナマイトっていうのはどういうことか分かる。なんすか。火だよ。ダイナマイトはまあ、火ですな。あのじゃあ鉱山発症病の幻覚が見えるの下見て揺らめく炎だよ。はい何のことですかこれは。これ以上は言えないマジで。えでもダイナマイト関係なくないですか。だって超常生物なんですか揺らめく。俺は知ってるから。おーえー、なんで知ってるんですかそれ。なんか突然いやえー、なるほどね。知ってた、うん、なんかその発言だけ見るとこの高山病の無謀の神的な発言だな。もう神みたいな発言。いや俺は本当に人間なの。あえ吉山のこれ EX アイテム A はさこれは公開できないの。これは公開できないね。なんでなんで。うんまあ俺が使える可能性もあるからかな。ハンジョ9000の1見してよ。9000の1だけは見せないっす。あれなんか開いてるぞオニアのあれ。何五芒星の守護。本当だ。いや見ない方がいいかん。 俺さっき自然に見ちゃった。俺自然に見ちゃったさっき。なんか開いてると思ってなんだっけこれと思って見ていいかな。いや公開してるってことでいいんじゃないですか。公開してんじゃないかな。布団さんとの話で多分、うん、公開するっていう流れになった気がする。見て中心に燃える瞳が描かれた石を発見した。どこで分かる。これダイナマイトのことだろうね。確かにあるかもしれない。瞳が描かれた石。これダイナマイトですか。いやダイナマイトじゃなくないですか、うん、瞳が描かれた石っすよ。うんまあじゃあそれ信じないじゃないけど。で8000の1公開してないよ俺ちなみに。8000の1何なんですかこれは。いやだよだってお前らは信用してねえじゃん俺のこと。信じますよじゃあ。まあじゃあ9000の1見せてよ。9000の1だけはダメ。じゃあもう9000の1を見せる代わりに8000の1も見せる。いや絶対これ人欲しくないマジで吉田山これは。あ本当にこれ多分やばい。これ本当に1人絶対に死ぬ。このダイナマイザーが資料とかレベルが違う。9000の1だって吉田山。じゃあちょっと読もうか。ちょっと読もうか。はい。樽型の胴体と人手型の頭を持つ生物と電撃を操る甲殻類の生物そして無数の触手を持つタコのような生物が地球の覇権を争って三つどもの大戦争を行っていたが人間がダイナマイトによってそれを終了させたと歴史が刻まれている。あダイナマイトは倒すためにあるってことか。うん大事なんだね。これ言わないで。寄生生物わかりました。寄生生物いるんだ。いるよ。えじゃあ逆に俺9000の一番あのさっきも言ったけど禁断の魔術が記されている。記述は不完全だが何が書いてあるかを知ってる気がする点点点点って書いてある。でも繁盛さ誰か死ぬって言ってたけど正直最後は誰か死ぬよ。ダイナマイト加藤さん持ってるからダイナマイトで誰か死ぬし。うん、もう死ぬね人は。再開します。俺でも吉田もそんな、なんか大役を担いないからダイナマイトあげたいんだけど吉田に。ごめんなさい、長くなりました。あと残り、加藤さんダイナマイトくれるらしい俺に。じゃあもらっていいですかダイナマイト。いいよあげるよ。いいよもらえないよ。誰かが持ってんの。やったじゃあ、うん、もらえますわ。じゃあ今。これから吉田今言ったことをちゃんと
理解した上でやっつかってな、このダイナマイトは。ああ、わかりました。うん、怖えな、でもダイナマイト持ってんの。え、さっきの情報ちゃんと頭入れといてよ。はい。うん、あれ、なんかスキルが公開されてる医者と教授。あのスキル使いました。え、これは僕は神秘の陰徳をちょっとあのどうしても見せなかったんで見に行きました。あ、ごめん、公開されてるんだよ。でも、あ、神秘の陰徳これもしかして全員盗める？全体公開してない？これ僕はスキルは使ったら全体公開なんで。ああ、そうなんだ。ごぼう製の守護ですね。え、じゃあ俺はあの相手のカードをこうあの所有できるっていうスキルでした。で、オニアもそうでした。え、これスキルって残り何分まで使えるとか ありましたっけ？ないか。ないと思う。使えるんじゃない？何を使うの？使っていいっすか？ハテナハテナスキル。うん、どうぞ。多分俺の全員がもうこれダメだ、あ、多分盗める系で見てて、多分取り合いになるんですよね。まあ、いいんじゃない？思い闇消すべきで。で、俺スキルって見せること、はい、どのタイミングでも使えるスキル。そうなんですよ。うん、え、まあ、それはいいんじゃない？いや、その、いや、俺先使うわよ、し。みんな、いや、俺先使いたいんだけど。いや、俺先使いたい。あ、まだこれ使ってないの見せてるだけで。いや、違う、ハテナハテナスキルだって。もう使ってる、使ってる。空いてるのは使ってる。え、俺、これ時間もないし、使えないよ、じゃあ。使っていいよ、俺、これ。え、オニア見えてるよって、あ、スキル。オニアがスキルを使うって言ったね。オニアがスキルを使う。あ、これね。そう、はいはいはい、オニアって言ってるのはハテナハテナっすね。あ、オッケーオッケーオッケー、はい。オニアはハテナハテナのスキルを使いますか？これは使います。何これ？どんなスキルですか？これはもう取り合い起きちゃうので、どれをどう使いますか？これなんちゃらの印、どれ、うん、騎士で、これが何に使いますか、はい、あ、ちょっと待ってください。あの、僕スキル使っていいですか？そのスキルに対して。え、え、あ、スベルスピードみたいな、はい、スキル、はい、神の宣告、説得で他者がスキルを発動した際に使用、そのスキルの効果を打ち消しました。今、え、じゃあ、はい、公開してください、おもちゃん。あら、打ち消しがあるの、うん、え、これ速攻魔法ってこと？はい、じゃあ打ち消されました。俺負けてます？スペルスピードは加勢さん。負けてます。負けてるね。っていうか、あ、後から出てるんで。通常ま、永続魔法か。チェーン2から処理します。チェーン2された。チェーン2だよ、お前それ。多分消滅ですね。俺スキル使います。え、今そこに、はい、さらに今使います。スペルスピードいいですよ。何しますか？カウンターで、カウンター、まあ、布団さんとオニアと同じスキルだね。でしたよな。何しますか、それで。じゃあこれ、じゃあ繁盛の9000の1取ろうかな。え、公開しないの？見せねえからさ。え、これだと公開済みじゃなくてもいけんの？できんのよ。関係ない。うわ、これやばい、これ本当にやばい。じゃあお前公開してるよ、その代わり。これ公開しなきゃいけないんで、強制的に公開して自分のマーカー。え、じゃあ俺の言ってたことが正しいか分かるよね。ああ、そうだね。じゃあ公開しよう、公開しよう。じゃあ、はい、公開して載せてください。この時点でタイマーを進めます。はい、あ、でも狂気ポイントも溜まっちゃったね。うん、うわ、本当だ。催眠波受信波を持つ者一人を洗脳する。魔術の講師にこの方まで呪文を詠唱せよ。これ怖くないですか？でも思ったよりやばいやつじゃないのかな。思ったよりやばいやつじゃないの。思ったよりやばいだろ。さ、つまり洗脳だよ。いや、もうそんなもん。でもこれ条件はまだあれじゃない？本はあるけど呪文は分かんない。そうだね、確かに。うん、あ、だから俺はあの分かんなかったから渡したくなかったんだよ。これ取られるじゃん、絶対カード。呪文が分かるやつがいるかもしれないからね。そう。あ、なるほど。え、だから吉田は多分俺のこれ知ってて取りに来たのかなと思った、今。いや、普通に気になった。じゃあ俺も一応使おうかな。あ、ちょっと聞いて、はい、もし奪えるものを持ってるんだったらダイナマイトは絶対奪ってほしい。吉田も持たせてダメだ。わかりました。じゃあ、え、俺なんで公開します。加瀬さん、ダイナマイト、そんなやばいんだ。追跡使います。公開すること使用宣言、他者が所有するカード1枚公開して自分のものにする。じゃあダイナマイトもらいます、俺。はい、じゃあダイナマイト。別にいらないし、これダイナマイト、マジ取るべき。ダイナマイト必要な理由が分かんない。でも、いや、なんか危ないからさ。できるのはエクストラアイテムだろ、やばいのは。繁盛エクストラアイテムね、俺取れねえんだよ、表じゃないと。あ、いや、いけんのか。繁盛いかった。まあいっか、でも、うん、いけるね。え、これは分かんないからいいや。でもダイナマイトの方が危ねえよ、マジで。さっきの8000の1の情報。そうっすね、はい、うん、危ねえわ。ダイナマイトでしょ。ってことはもうあと未公開、俺はないですね。取られ、俺もない。調査、まあ、ヨシキの6000の2は見せらんないんだよね、以前。いや、見せてもいいけど狂気ポイント溜まっちゃうよ。あれでも鬼になるだけで本当に。これ何の、これこの回情報がなさすぎるから、うん、その5だったら見せていいと思うよ。だって 100ならなきゃいいんでしょ。もうやるしかないと思う、これ。そう、溜まってるのやばいんじゃないの。え、開いちゃうよ、じゃあ。うん、いいよ。はい、
あー、そうそうかね。大したことない ね、 いいね、うん。これさ、催眠波受信機を持つ者一人を洗脳するっていうさ、ナコトシャホン、これ誰か持ってんの、うん、いや、それやばいよ。だからさ、その人焦ってないの？その人焦らない。 EXID の B なんだと思うけどね。え、逆にまっちゃんの6000の2も公開できないんだ。6000、イサの6、北の6000。これね、この6000の2が今ね、ナコトシャホンを見てちょっと公開したくないなと思った理由があるのよ。なんで？もしかしたらこれね、ここに無線機なんですよ、一応タイトルは、うんうん、で呪文っぽいものが書いてあるんですよ。危ない、やば、敵なので、それ布団じゃマジで墓まで持っててくんない？いや、うん、もう大丈夫。多分ね、もう奪うっていう多分ことがもうないよ。でもみんな使ったから、うん、俺はだから今言った。ああいいっすね。じゃあそのでもさ、呪文でさ、これ公開したらさ分かっちゃうじゃん、その呪文が。だから公開しないよって話。あ、そうそうそう、うん、いいと思う、いいと思う。被害者ならせんも抹茶もの理由。これ被害者ならせん、被害者ならせんは攻撃っぽいんだけど、あれが溜まっちゃうよ、みんなに狂気ポイントが。もういいんじゃないですか、もう2分半しかないし、情報が足りない。あ、そうだね、聞いた方がいいね。一応ね、こういう形です。読みます。銀色に輝く奇妙な筒を1本、中には人間の脳が入ってるってやつ、ね、あの感じですね。吉野もやばいね。どうなったか、ヨシキ、しかも父さんの加藤さんが8001を公開してなくて。あ、言おうか。あ、いいっすか。あ、マジか、いいっすか。樽型の胴体と人手型の頭を持つ生物と電撃を操る甲殻類のような生物、そして無数の触手を持つタコのような生物が地球の覇権を争って三つどもの大戦争を行っていた歴史を人がダイナマイトで、終わらせた記録、歴史が刻まれている。それ公開してほしいな。でも溜まるぜ、これ溜まるぜ、これ狂気ポイント、うん、でも情報がないから見せていいっすよ、うん、もういい気がする、うん、見せれない。なんでやれん、なんで本当だ。いや、だって吉田もやられるって。だって、だって誰かと、これ誰かと見た情報だよ、これ。俺だけじゃねえぜ。誰これ、オニアと一緒に見た情報だよ。これ見てないっす、俺。いや、お前、ふざけてもいた。俺と2回目にバディ調査行った人。俺と2回目にバディ調査行った人だよ。じゃあ、俺見てもいいんですか。俺見てないっすよ、多分俺。よく正しければ。え、見たじゃん、一緒に。開いちゃいましょう。開いてもいいんじゃない。開いていい。30秒しかない。俺はみんなのために開けない。いや、カズさん、そんな、俺見てないって絶対見てない。シマの情報でしょ。やばい、嘘ついてるよ。だってさっきのシマも嘘ついて、だって何も言ってたじゃん。ある型の胴体と人手型の頭を持つ生物と電撃を操る甲殻類の生物、そして無数の触手を持つタコのような生物が地球の覇権を争って三つどもの大戦争を行っていた、ものを人がダイナマイトを使って終わらせた歴史が刻まれているんだよ。じゃ見せてもいいじゃん、じゃあ。危ないって。危なくないじゃん。なんで溜まるじゃん。あーじゃあどうクソなんだよ。一番いい終わり方でした、そっちからしたら。おかしいでしょ、これ。クソはおかしいでしょ。おかしいあっせんだけ。催眠波受信機って誰が持ってんだ、それ。危なくない？いや、だから出てない可能性ありますね、布団ちゃん。右上かも。よしき EX アイテム A は公開できないの？できない。もう誰も知ってない。もう話し合いできません。はい。はい、ということで、皆さんはここで少し休憩になります。ちょっと用意をしないといけないので、はい、まあ、トイレかなんか行ってみてください。はい。じゃあ、トイレ行ってこようかな。なんだこれ？え？はぁ、長かったな、この茶番も。全員、ぶち殺せるぜ、これで。おい。でも、俺以外もさ、全員こういうさ、スキル持ってたら超めんどくさいけど、俺、スキットルあるからね。回復あるから負けねえよ。悪いけど体力 30% 回復だからね。これ打ち合いだったら負けねえよ。悪いけど、いや、なんでダイナマイトってさ、俺パクれたの結構ついてると思うんだよな。 EX アイテムでよかったと思うんだけど、ダイナマイトでさ、ちょっと俺が全員爆破できるんじゃないか、炎があるから。それにかけたわ。こっちでちょっと能力が強化されるもん、これダイナマイト全員吹き飛ばすとか、そういうのが今ねできるんじゃないかっていう読みでやってる。で、うんこちゃんがね、俺にダイナマイト取らせたのは、多分俺が、揺らめく炎じゃないと思ったのかな。他のやつだと思ったのかな。無謀の神とかさ、勝てねえけどな。顔のない神とかいたら、この中に。どうやって勝つの？ダイナマイトとかどっか行っちゃうのかな、俺の。もしかして。全部どっか行っちゃった。ああ！カードなくなった。なんだろう、これ。あ！なんか分けられてる！吉生にあの洗脳のやつ取られたの結構痛い。うわぁ、これ誰が勝つんだろう。でも今回は誰も変なことしてないんじゃないか。俺狂気ポイント55まで溜まったらでかいな。 55% の確率当てれて、でそれを外したとしても65になるんだよ。次何度でも使用できるが、使うとき狂気ポイントプラス10。
4回使えるんだよ。誰か1人は確実に殺せるね、ほぼほぼ。はい、お待たせしました。狂気山脈、山頂推定標高13,363m。この頂はただの世界最高地点などではない。太古の時代から積み上げられてきた神秘と因縁、そして幾度となく繰り返されてきた物語により一つの特異点と化していた。そして今一度ここに登山隊がたどり着いた。何度も見たような風景、しかしどこか様子が違う。こたびの事件の裏側にはどんな神話的存在が暗躍しているのだろうか。そして君たちは何を望み、どんな行動を行い、誰が何を得るのだろうか。頂上戦争の火蓋が静かに切られようとしていた。ここからは決戦&決着フェーズになります。このフェーズの終了条件からお伝えします。このフェーズは時間では終わりません。この場にいる、この場にいる全員が決着がついたと納得したら終わりです。無制限。何それ。あなたたちの目的は何でしょうか。何を得れば、何を成し遂げればあなたの物語に決着がつくんでしょうか。このフェーズでは各自が順番にアクションを行います。アクションは数秒程度で行えそうな内容であれば自由です。もしかしたらこれまで得たもの、保有するカードたちも役に立つかもしれません。目的を果たすためには誰かと結託したり、あるいは誰かを排除する必要があるかもしれません。一部の行動には成功するか失敗するか不確実なものもあるでしょう。その場合サイコロを使って判定を行うことになります。ということでドン、決戦&決着フェーズのスタートです。皆さん画面の外側の方にこれまで調査してきて得てきたカードがありますね。確認してください、うん、あります。自分の色のフィールド、そちらのカードを使ってもいいし、ワンアクション数秒程度で行えそうな内容であれば何でもすることができる。そして、皆さんの、マーカーが置いてあると思うんですが、こちらが生命力です。なるほど。なくなったら死にます。一体誰が世界最高峰を手にする。あら、ほっほっほっ、なんだ。あ、自分のスキルは見ていただいても構いません。まあ皆さんも知ってるスキルがある。何、全員で付与されてるだと。皆さんこれからアクションを振りますけど、行動の成功と失敗はダイスを振って判定します。行動の結果、もしかしたら狂気ポイントが増えるかもしれない。そういう時はこの狂気ポイントプラス10というところを押して増やしていく。はあ。そして順番なんですが、まあここ山ですよね。はい。山において行動する上で大事なことがあります。荷物が軽いほど速い。おお。なので、皆さんの所持品からイニシアチブポイントが変わってます。軽い人ほど早く動きやすくなっているので。なるほど。行動順は教授、調査員、記者、登山家、医者の順番になります。これから決戦&決着フェーズになるんですが、高山病持ってる人は俺です。記者、高山病なので生命力がマイナス1。そういう最悪なんだけど。いきなり削られるの。はい、高山病になってる。マジか。そして登山家が10度高山病。いいね。はい。で、登山家、登山家がマイナス30。うわ、ゲグル。マジだよ。酸素ボンベあるのに俺。さあ、じゃあ始めますか。あ、こっからスタートなんだ。うわー、きつそう。うわ、マジかよ。行動順1番目、教授です。何をしていただいても構いません。他の人の手札の公開されたやつ見てもいいですよね。公開されてるやつは全然いいですよ。しょっぱなむずこれ。むずいね。様子を見ます。様子を見る。様子を見るでいいの？何もしないでいいですか？何もしないで俺はひたすら皆さんが何かするのを待ってます。まあじゃあ周りを見ているということで。はい。待ちます。では調査員です。トンさんに一旦協定を申し込みます。協定、はい。5人もいるんだから一旦2人で協定を組むべきじゃないですか？協定とは、はい、条件とかを知りたいです。条件。
もちろんあの、まあ、恨みつらみを買いたくないんでそれによります、うん、条件はなし、単純に俺ら2人が生き残る可能性を一旦上げようっていう。なんで、うーん、だって死んだら終わりだから。あの僕を選んでくれた理由は隣だったからです。隣、うん、なるほどね。ああ、とささやきかけます僕は。吉生くんらしい。じゃあ話しかけるだけ。はい、でなるほど、はいはい、じゃあ記者ですね。じゃあ調査員に神話的スキルを使いたいっす。お、え、では使えますか。はい、これ全体公開すればいいですか。はい、遠征クトゥルグは、なんだこれ、触れたまま焼き尽くす炎の魔術、対象の一体の生命力ランダムダメージ10から100パーを与える。おい、一発で死んじまえよ。現在の狂気ポイントは 55、命中率が55、今55で、あ、なるほど、なるほどね、あーなるほど、気合い玉じゃん、気合い玉、気合い玉、真ん中のダイスを振ってください。くたばしっこすぎる、ノーリスクすぎんじゃん。83失敗、はい、83失敗、じゃあ狂気ポイントプラス15してください。くっさ、ぶち殺したよ、まあ炎が、まあ吉永が医者の方見てたんですけど、後ろの方記者の炎が過ぎていた、あら隠れてしまった、命中率悪る。次は登山家です。これってみんなで話しかけることもできますか。はい、話は自由に行ってもらっても構いません。どうみんなは、結構さ狂気今 60% ぐらい溜まってるわけじゃん。俺は結構さ、そのみんなの狂気をさ、はい、なんていうのかな、高めてしまうようなことをしてする可能性もあるのね。で、あんまり舐めたことしてと、みんなのことをぶっ飛ばすこともできる。はい、はい。俺に逆らう意思があるっていうやつをまず聞きたい。命が一緒です。ないです。なし。オニアはないっす。ないっすよ、もちろん。もちろんないっすよ。医者は、まあ、いやでも、そんな、今このフェーズで、そんなこと言うのはちょっとあまりにもひどいんで、僕は賛同できないっすね。わかりました。じゃあスキル発動します。公開はどっちでもいいですよ。公開するかどうかはどっちでもいいですよ。あ、じゃあ公開しません。何します？医者のカードを全部とあの GM の付き勝手でいいんで、僕以外の人にばらまいてください。はい、何それ、最強のスキル持ってる。もうランダムです。ピッケル欲しいのか、もしかしたら。いや、やっぱそ逆らってきたやつはやっぱ脅威とみなして。でも自分以外って言ったかな。いや別に俺でもいい、何でもいい、もうここは。いや、カード全部、まあ、でも俺別に大丈夫っちゃ大丈夫、うん、おお、え、何でもいい、これだけ入れときます。はい、まさかこれ狂気ポイント溜まったりしないですか、この僕のカードも。あ、それないか、見てで大丈夫か。登山家はプラス10お願いします。はい、医者です。俺はさ、さっきも言ったけど、なんとかこう、まあ、殺したやつを恨んでるっていうのがあって、やっぱこの中にいるんじゃないかなって思ってて、うん、俺な、うん、さっきからみんなにしたけど、雷使うやつにもうなんとか消死体にさせたやつが許せねえんだよ。おお、うん、俺がもう俺行くわ。え、オニア教授。僕ですか。はい、オニア教授さ、君雷操る魔術書みたいなの持ってただろ。僕は荷物にはないっすね。俺はでもそう思い込んじまってる。でも待って、それだったら今ホロはいるぜ、繁盛が。でもそれヨシキのスキル不明だよ。俺は、ね、加藤さんのこれも不明よ、まだ。もう一周しようか。じゃあ、え、じゃあ一回スルーするわ。俺ちょっとね、それを知りたいわ。ああ、なるほど。ああ、何もしない、何もしない。炎は俺はちょっと味方だな。俺炎は俺は味方。俺繁盛だから何でもするわ。え、じゃあちょっとやっちゃいましょうよ。繁盛誰やってほしい。わかんないですけど、教授怪しいと思うのは教授ってもいいんじゃないですか。え、別にもう一旦待ってたらなんか殺される可能性ありますよ、結託されて。確かにな。そう、教授が倒るとかだよ。 OK、 じゃあいいや、俺やるわ。教授に俺のスキル発動、公開しますよ。はい、なにこれ。オールオブ、オールオブクトゥル、不可視の諸国で相手を抱え取り、精神のみに引きずり込んで溺れさせる魔術、対象一体に生命力 50% のダメージを与える。成功率は 40% です。え、待って、めっちゃ強くね、この技。強いね。いいね。いや、教授、俺の狂気ポイントあげるの。俺のこの精神の海に溺れな。40% 引きられて。
サイコロ振りましょう。聞けないって 40% なんて。先払い1回だから。マジの？行くぞ。リザルト先払い当たんないって。せーの。当たったー。当たったー。すげえ。嘘やん。キックポイントプラス10しか最近先バレ当たる、はい、こんな簡単に。あ、これ40以下なら当たるってことなんだ、ね、そう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 です。なんで俺は次10ポイント貯まったんで成功率は 50% になりました、はい、体力が半分になりました。強すぎる、はい、この技。はい、あでもまだ50か。まあオニアの体がもう半分いかれるぐらい、うわやばいね。攻撃が入ったところで皆さんに聞きたいんですけど、はい、決着はつきましたか？まだです。まだです。まだです。まだだ。まだです。今、僕、抹茶の荷物来たんですけど、これ全体公開とか、俺見てもいいんですか、これ。6000、記者っていう。あ、見てもいい、自分のだから。あ、俺、狂気ポイント上がっちゃった、これ。一応、布団ちゃんの攻撃を回避もできました。え？ただ、回避は、自分が生還するに振ったポイント。で、うん、オニアが自分に振った生還のポイント1なんで、10以下で成功になります。100面ダイス。いや、10%引けんのかよ。わー、いや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 、なるほどな、そうなんだ。 10% なんてちょろいですよ。お前引けんのかよ、お前。 10% でしょ。 10% で1回ですよ。ここでやっぱ引けるから持ってんだわ。いきます。お、こういうほら、サピーは投げられた。10以下出します。はいはい、うわー、はい、じゃあ当たってたということで、はい、教授の感じ。僕の行動なんですけど、まだ、はい、まっちゃんに疑われてるんですけど、雷を所有していません、うん、で僕はひたすら皆さんに平和を訴えかけたい。戦ってる場合なんだろうかっていう、我々の目標は犯人を刺すことなんじゃないか。なのでひたすら僕はみんなから取ってるのを遠目に訴えながら待ちます。はい、殴られてもなお僕は抗えないです。はい、もうズタズタになりながらも平和を訴えるということで、はいはい、できません。僕は攻撃が用意のターンは終わりです。次は調査に。じゃあ俺はこの断章ネクロノミコン、これ使います。これはい、何これを使って繁盛のスキルを模倣したい。え、パクれんの？はい、パクれます。お前よくも炎打ったな俺に、この野郎。打ってないって。これでこの遠征クトゥグアをコピーして繁盛に打ちます。待って、ちょっと待って、お前許されよ、この野郎。何切れてんだよお前。 65% 振ってます。やばいって、一発で死んだら俺90だから。うわ、いきます。やばい、振ります。いいんですよね、はい、ダメだよお前、一発で死んだらお前、はい、は？外れました。なんでだよもう。外れた上に狂気ポイント20上げてください。あら、やばい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 よ、バカが。ふたつこいつ殺しましょう。朽ちてしまいました。もうこの本は使えない。あ、使えないんだ。はい、やれやれ。ターンエンド、記者の待ってです。お前なめて、調査員にこれクトゥルが使いますわ。え？調査員に使う範囲おめえが撃ってきたんだろ。おめえが撃ったんだろ最初に。ダイス振ります。くたまえ、よっしゃ、成功。うお、あ、やばい。10から100はどうなんの？10から100振ります。え、振ってどうなるんですかこれ？デメの1の位の 10倍ダメージ。なるほど。え、これ今の振ったやつですか？今からですか？今振ってください。 今100面、今これから振ってその1の位の10倍のダメージが入ります。 OK、 なるほど。え、じゃあこれ100、はい、これ100ってどうなるんだろう？ 100% って、ね、95から100は全て失敗になります。おー、うん、あ、そうなんだ。これランダムダメージ10から100って何なんですか？100はあり得る？あ、0が100。あ、なるほど。0が100。 OK、 よし。あ、これは関係ないよ。だから100だって100入る。 OK、 じゃあいきます、うん、はい、70ダメージ。でかすぎ、マジで。吉生回避できますよ。一応これ回避についての説明なんですけど、はい、今記者のターンで回避をしたら登山家医者に攻撃された時はもう回避できません。回避します。その上で回避するかどうか。回避する、する。回避の、10%だろ。調査員の成功率は生還に振った値1なんで 10%、 10以下です。10以下いきます。はい、バカが。デメタか。70ダメージ。よっしゃ、えりすぎだろ。よし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 、70やばいな。俺に立てつくんじゃねえよ。大丈夫だよ、いいよ吉永、一緒に頑張ろう。一緒に頑張ろう。お、マジで？何？協定持ち込みましたからね。登山家の番です。お前が俺に声かけてくれたからさ。
うわあ、布団ちゃん、あれ、まだ俺に従う気はないんだ。これ以上何があるというのかね。俺は、はい、血で血塗られたピッケルを持つはお前を信用することはできない。わかった、じゃあスキルを使います。え、まだ持ってます。スキルないよ。なんかスキルスキルを使って布団ちゃんの右腕をへし折って50ポイントダメージ、しかも回避は拒否します。ちょっと待って、ウコンさん待って。あ、俺まだ喋って。布団ちゃん右腕に違和感を感じました。このままだとひどい目に遭うかもしれない。粉々に。一応カウンターで何かアクションしてもいいとしましょう。はい、登山家に睨まれたら右腕が断ち切れそうなほど痛みが来ました。強すぎて。どうします？登山家に、はい、走って向かって右、その断ち切れそうな右ストレートで顔をぶん殴りに行きます。で、右ストレートでぶん殴りに行こうとしたんですけど、まあ腕に力が入らないので執念があるんで、ああ、はい、なるほど、食いしばって20ダメージにしておきます。ああ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。あ、なるほど、 ありがとうございました。そういうなんとか、すいません、右腕は、おー、はい、まだ動きはするけど、なるほど、すごく出血してしまいました。じゃあ医者の番です。やばい、この登山家俺殺しに来てる。これもう従うしかねえのかな。登山家さんよ、従ったら、はい、もういじめるは、いじめはやめてくれるかい。まあそうだね、その時の俺の気分次第って感じかな。要は分からないってことか。うん、調査員、うん、はい、吉田は EX アイテムってこれ今開示することとか要請してもいいですか、河川さん。ああ、まあ別に。吉田は EX アイテムってこれ開けるか、じゃないと俺はお前を殺してしまうかもしれない。ああ、じゃあ開きますわ。開きます。ピンクのライト。調査員が、まあ、インクのライトを、うん、見せてくれました。こっちに。なるほど。それを見てどうしますか。インカライトは多分この雷を操るための、まあ多分魔力ブーストアイテムだと思うんですね。これおそらく、うん、装置が別にあって、はい、でそれは多分あの教授のあの記されてる本にあったと思うんですよ。これは確か純一が持ってたんだっけな。なあ登山家さんよ、うん、俺お前今 EX アイテム B 持ってるだろ。持ってるね俺が。うん、俺それ見せてほしいな。じゃねえぞ、お前に50ポイントダメージ与えちまうかもしれない。恨みもあるし。俺は見せないよ。でも50ポイントダメージ食らっちゃうよ。それでも見せない。え？いや俺は見せないから。だって俺はお前に次50ポイント食らわせられたら、俺あと2ターンしか無理なんだよ。つまりここでお前に50ポイント当てなきゃ俺は死ぬわ。え？いやでも俺は見せれない。これは本当に見せちゃダメなものだから、みんなのために見せれない。出た、それいつもそれ、いつもそれ。みんなのために見せない、いつもそれ。お前自分のためなんだろ本当は。それいやそんなことないよ。じゃあ分かった、じゃあさ次のターンこれお前にあげてもいいよ俺。え、マジ？うん、分かんないけどね。分かんないけどね、最強すぎる。最強すぎるじゃんそれ。吉田はごめんな、驚かしちゃってすまんな。どうしても俺そのアイテムが何なのかを知りたかったんだ。おお、どうも。俺もしかしたらアイテム B 持ってるやつをくったばさないといけないかもしれない、自分の信念のために、それがそのアイテム B に隠されてるものかもしれない。他のカードは情報開示されてんだ。じゃあつまりお前だ、ゲームマスターさん、登山家に俺のスキルコールオブクトゥル、はい、成功判定からいきましょう。登山家さん、すまんな、はい、失敗です。ああ、危ねえ、よかった、助かった。皆さん、決着はつましたか。まだです、まだです、まだです。では、教授いきましょう。いや僕ちょっと一個だけ気になることがありましてね。今参加者が、下から狂気60のまっちゃん、狂気85の加藤さん、うん、繁盛75、ヨシ85、そして僕50、はい、ゲームマスターさん、その上にあんたいるんだけど、これどういうことだい。あ、これはあの仕様です。あ、仕様ですか。はい、すげえ好きなこと言うのかと思ってマジで。おお、新展開来ると思って。ゲームマスターに他先向けらないか、これ。そうか。いやでもこれ一旦にスキルって1回しか使えませんよね。皆さんの順番が来たらですよ、ね、1秒程度で行えるアクションであれば何をしていただいても構いません。つまり今、はい、登山家はもうカウンターできないってことですよね、これ。
カウンターってさっきまっちゃんに打ってるから。いやでも避けてないよ。でもアイテム使ってさっき見てダメージ減らすとかはあるかもしれない。ああ。なんかみんなやけに俺に立てついてくるね。強すぎる。だってトコさんが脅してるんだもん。睨んでるだけ腕折れるからね。あそうなんだ。お前の睨みつける強すぎだろ。あまりに強い。俺には次はお前の左肘折るからね。トコさん、うん、それあなたに次があったらですよ。おなんだ。ここでスキル使います。おまっちゃん、お戦ってのはね、強い人間から倒すんだよ。お全体公開未来型電撃発生装置レールガン。え効果、騎士官の中にあるそれとはかなり異質な電撃銃。対象1体の生命力で30のダメージを与える。そして行動順を遅らせてチャージショットを行うと廃棄した順数かける10%のダメージが増える。強っ。実に待ったターン、僕は今これで10、9ターン待ってます。いや、チャージはしてないですね。えチャージするならチャージするお前9ターンってなんだよ、お前。しかも2ターンだろ、お前。一応2ターン。なんでお前そんな強すぎるだろ。ずるい、お前。波動拳なんだよ。そう思ってたと思うんで、あの1回分のチャージは溜まってることでもいい。ああ、そうだね、確かに。力は溜まってたと。現在のダメージは 40%。 まずいな。どうでしょう、障害にするな、俺スキル。まあでも一緒、いいじゃん。チャージするなら、あの本当に自分に対して力が溜まっていくので、あのバレるので表にして溜めないとダメです。まずいか、ひっそりより 150% 加藤さんにぶっ込もうと思ったのに 40% だよ。まずいな。 150% でオーバーキーじゃねえか。加藤さんは嘘っすわ、さっきの。普通に加藤さんの味方したいので、加藤さんの好きな動画あげます、加藤さんに。OKOKOK 普通にしゃあない。これは生きる手順、俺も悔しいですけど、やっぱ神戸下げるしかないと思ってます、僕は。なんだ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 。加藤さん、どうしますか。チャージしないの。加藤さんに僕はチャージもせず、やっぱり加藤さん強い人間なので、強い人間に今道具を渡します。何を渡す。加藤さんが欲しそうなものを今一個あげようかなと思ってます。あ、何でもいいよ。じゃあ、じゃあ記者の6000もらおうかな。あ、記者の6000ですか。うん。あ、じゃあもう本人切っての希望とあれば、はい、こちら、全体公開します。で、加藤さんあげますね。はい。いや、無線機差し上げます、加藤さん。いや、それやめた方が、はい、では、教授は無線機を登山家の方に投げました。そして、現場に言いました。誰か催眠術派を持ってる人使いなさい。何ですか。あ、これ、なんで急に。これは、なんで振ったの。これは何のダイスを振りましたか。5タップしました。5タップ、はい、5タップ了解。俺はもうあんたの味方だ。登山家の方に無線機を投げたところで調査員の番。談笑をナコトシャホン使います。出た、はい、来た。禁断の文字が記されている。記述は不完全だが何が書いてあるか知っている気がする。催眠派受信機を持つ者一人を洗脳する。はい、呪文を唱えたいと思います。おぉ、クンドゥルムエナグルグエテルフルルイエウガナブルフタドン。だから言った瞬間やばいって。それシーン、シーン。山頂では何も起きませんでした。なんだよ。え、テケリングだったか、まさか。何してんだよお前、ヨシキ。違うんだ。テケリーだろ。違うの。え、しかも洗脳しようって誰を。もう呪文唱えてくれれば。え、テケリリで違うんだ。加藤さんを洗脳する。シーン。ええ、何これ、ちょっとやめて。ダイスやり始めた。ダイスやめて。皆さんからしたら調査員がきっと上ごとのように呪文みたいなことを唱えてますが何もしません。なるほど。なんでそういうことしてくるね。恥ずかしくなった調査員は本を心にしまいました。なるほど。え、それ違うんだ。では記者の番です。おい、こいつよ、うんこちゃんのこと洗脳しようとしたな。バカ、俺さ、おめえのせいで 30% しかねえんだよ、俺は。HP が。調査員終わってんな。おいおい。ちょっとね、これは、まあ、吉野は今、まあ、めんどくさいからぶち殺してもいいんですけど、ちょっとあの、神が、たぶんね、ほぼほぼうんこちゃん神なのよね、俺の視点。だってスキル公開せずに人の腕を睨んで折ったりとかしてるから明らかに。そういうスキルは人の腕を自由に折れるスキルなんだよ、俺公開して。いやだって、いやおかしい、これだって何でもできるもん。しかもなんかダメージおかしくない、ハテナって30食らってんのに。無線機減ってない、効いてないんだ。
そういうことかもね。いや俺は正直わかんないよ。もうあのもう他のうんこちゃん以外にみんなに任せるよ。多分このままだとうんこちゃんが圧倒的優勝すると思うよ。だから俺は登山家に立てつく。おー、エーセックトゥルバーじゃなくて、これカズさん1個質問いいですか。これこれダイナマイトをくくりつけることはできるんですか。ダイナマイトを使えばあなたの炎はとんでもない威力になるでしょうね。うえ、ダイナマイトを使いたい。一発で死んじゃうのかな。どうなんだろう。これ止めないとやばい。ダイナマイトを使いますか。せっかくなんで使ってみようかな。ダイナマイト使用します。どう使いましょう。ダイナマイトをあのうんこちゃんの体に、登山家の体にくくりつけます。まあそれは難しくない、抵抗されてるから。投げるのが、じゃあこれってダイナマイトに火をつけて投げることはできますか、はい、登山家に。ダイナマイトに火をつけて投げることもできるし、もうダイナマイト投げて火を打つこともできるし。ダイナマイト投げて火を打ちます。やばいねそれ。登山家の方でいいんですかね。登山家の方にします。わかりました。じゃあ登山家に向けてダイナマイトを投げて、スキルを打つと。はい、これの成功率は今の狂気ポイント75でいいでしょう。ある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 。はい、大文字大文字振ってください。ここ頼む。ここないとみんなの腕折られる。来い。よし28成功して、でここで、はい、ダメージ判定をまずお願いします。はいはい、いきますよ。1の目の10倍ダメージいきます。え、これやばくない。はい、100。うわ、100ダメージです。0。引いた。100ダメージの。嘘。ダイナマイト。合計250ダメージが登山家に。壊しちゃったわね、一人。神殺し。なんかちょっとやりすぎちゃった感あるだろ今。やりすぎ。変な汗かいてきました。お前あれってやりすぎたと思ってんだろ。あれ、あ、はい。なんか HP 無限に増えてないゲージみたいな。え？ゲージ5本ぐらいだよ、ダークソウルみたいに。13 14。え、どういうこと。ゲージが、いや違う、回復じゃ、ゲージだ、ゲージ。17 18 19。あ、減ってきた。いやでも俺の、俺結構助けたんじゃないかお前ら。いやマジで、あるあるある。ちょっと待って、体力おかしいだろ。 HP300 300あんの。5来ました。え、とてつもないダイナマイトの爆風に、まあ、炎が完全に登山家を包み、プスプスと煙の中から少し焦げた加藤さんが出てきました。なんでその程度で済んでるんだよ。なんでこいつ立ってんだよ。みんなわかるよな、もう何をすべきかわかるよな、もうみんな。何か方法があるんじゃないの。全開とかあるのよね。ここでじゃあ僕はスキルを公開します。何、みんな読んでください、僕のスキルを。何これ。無謀ゆえに千の顔を持つ神の千弁バンカの秘術、望むすべての対象の狂気ポイントを30上昇、あるいは GM が許可するあ効果を得る。ふざけんなよ。なんこれ。あ、1個聞いていいですか。これ逸脱状態とかになっちゃったらどうなるんですか。逸脱状態になっ、誰がですか。いやもうみんな、みんなが逸脱状態になったら、うん、まあそれぞれの頭おかしくなります。それぞれおかしい行動をとってしまう。これ心なき闇と混沌の王、異別を愛し人に力を与え破滅をもたらすの。めちゃくちゃじゃん、怪物や。いやでもあれですよね、僕 GM が強化するあらゆる効果を得られることができるんですよね。はい、お願いしますか。僕の体力を回復してほしいです。わかりました、全回復してほしいです。ダメですよそんな。300にします。はぁ、ダメですよそれ強化したら。いや全部できる、あら敵 GM だったんだ、敵は。やっぱり敵 GM か。俺250やめたのに。さあ、何か神を倒す方法があるんでしょう。加藤さんが気づいたらピンピンしてました。はい、嘘でしょ、バカな。そういうことで体力を増やしてみて、はい、じゃあ次は医者の番です。やべえ、狂気ポイント95になっちゃったよ。あ、95か、はい、じゃあ布団ちゃんがワンちゃんか。登山家に関してはちょっとチーター的な印象があってかなわないなって今印象なんですね。でも俺もう許さないよお前のこと次。なんで宝ってきたら次本当にもう俺何でもできるから普通に殺すよマジで。神じゃん、神だよこれ。マジの神だからね。そんなバカな。ギリギリ、いや俺は生きるか死ぬかのところで。いいよ、自分の目的を果たして、いいよそれで殉職するわ。
わかった。俺はやるよ。ゲームマスター、コールオブクトゥルー。俺の不可思議の触腕で相手を絡め取り、50ダメージを雷の化身、鬼の巨獣へ。違う、ダメ。まず違う。まだ行ったこれ。まだやれる。ダメよ。ありやなこれ。まず神がやる。まだまず不衛生してないで。もう行ったんだっけ。鬼やに。倒せるものを使うでいいですか。あるの。倒せるものがあるの。倒せるものがある。それは何なんだ。俺の道具の中に。お前のターンでもう行けるのか。一個だけ一個だけある。今見えた。神を倒すから今。それからに俺はもう攻撃できないから。確かに誰かが神をやらないと多分全員死ぬぜ。そう、俺のスキル読んでた方がいいよねえ。そう、俺もう次お前らの狂気ポイント上昇させちゃうからね。一個だけある。俺すぐ動けるから。マッチャ俺マッチャ速していけないから、うん、チャージショットのせいでチャージしてないから一旦待ってほしい。しかも次鬼やから、鬼やから殺すからね俺。これは構わない。だから俺が動けるんだよ。金損ねたから鬼やから殺す。無条件で。加藤さん、うん、ちょっと俺命がけするわ。うん、あのさ、鬼は殺すからちょっと俺でこいつのやめてくれ。あいいよ。それは俺鬼は向かってた。鬼は殺すからいいよ。まあ、本当じゃ俺神を食べるんだ今。まったくできない。ちょっとお前を 殺す実は理由があってさ。だからやるわ。精神の。その後でいい。まったその後で。精神のあの常闇に消えちまいな。コールオブクトゥルー。サイは投げられた。いきますよ。どうぞ。アルドに。教授にコールオブクトゥルーですね。あぜだ。失敗しました。よしよし。ポイントプラス10。おお、醜い争いしてるね。では、よく避けた。基準終わりました。決着はつきましたか？いや、まだ出てないです。続いてない。では、教授の番です。いや、この戦い終わらせる俺が。もう頼む頼む頼む。ひらめいた。もうこれ誰も争うべきじゃない。俺は、加瀬さん、道具の中で腕時計を、はい、天に掲げて宣言する。はい、腕時計を天に掲げました。僕の代理人は未来と過去行ったり来たりした時の超越者。そしてこの腕時計は時の道具。全ての時間を巻き戻す第一章のまだ皆争っていない第一回狂気山脈へ時間を戻す。えタイムパラドックス。えできんのそんなことは。俺よりすげえじゃねえかお前。お前のそれがあれなのか。俺よりすげえ能力持ってるじゃん。それがでもこれ時計のはず、唯一の。シーン。意味なし。だそうです。第一章まで時間戻したかったが、戻らなかった。うん。ただ未来から、まあアドバイスは届くでしょうね。これから起こることには対策ができる。おお。次の回避はプラス 20% しましょう。おー。過去には戻れなかったけど、未来からアドバイスが届きました。エクスマキナ過去改変できないのか。では調査員の番。どうすんねんこれ。みんな履き違えてるよ。な、何か違うのか。なんで受信機の呪文がどこにもないんだこれ。全てのカードが出てるのに EX アイテム B 出てないぞ。いやだからこれが催眠発信機ってことだろ。 EX アイテム B が。俺ってかそれ分かってるけど教えてやろうか。え？すげえ悪そうじゃん。おめえが持ってる白面積だろおい。え？俺が持ってるのが洗脳のやつだろこれ。あ、俺でも吉田、まあおめえが俺の言うことを聞くんだったらそれはお前の当てたやつに俺が移動してやるよ。次何でもできるから。おにじゃあこれちょっとじゃあ次オニアに渡してくださいよ。あ、オッケーよ。分かった。俺もオニア倒してしそろそろいいやと思って。いやオニアまだ倒してほしくなくて、とりあえずこれ渡して加藤さん俺たち全開にしてくださいよ。あんまそのなめてこと言ってるし次ぶっ殺すんだよ。なるほど。じゃあインクナライドちょっとオニアに次渡してもらっていいですか。その代わり僕も今回歯向かんないんで。分かった。次の攻撃に備えて回避率上げることできますか。いいでしょう。よし。おでは次の攻撃はプラス 20% で。やった。身構えるということで。では記者の番です。これダイナマイトで南極の氷って全部溶けますか。ダイナマイトはさっきのでぶっ壊れました。お前ダイナマイト有効活用してんだよ。さすがにそんなに大量には持ってない。ダイナマイト有効活用してんだろ。ここは制さないとダメですか。俺ここにいるんだけど南極の氷全部溶かせらんないですか。いやでもやばい。俺も狂気ポイント欲しいのなんだけど。まだこの頂きはあなたのものではありません。くそー。これ毛皮を着たら回避率上がるとかないですか。
毛皮を着たらきっとあなたの身を守ってくれるでしょう。おお、じゃあこのターンは毛皮を着てコソコソしときます。端っこで終わりました。じゃあ毛皮を着るで終わりました。はい、まずい。みんな繊維が折れてる。折れるよ。じゃあ僕はスキルを使います。全ての対象の狂気ポイント30上昇。では全員プラス30になるわ。え、全員狂気ポイント3回押してください。全員これ全員です。終わった。俺だけ耐えてる唯一。ここにはそうだな、50だったからな。せいべい300って何だよ。ではせいべい300って記者の番ですが、逸脱してしまいましたよね。うん、まあ象に支配されてしまいました。はい、自分の敵に対してどういう行動を取りますか今この番で。いやもうなんか逸脱したしどうでもいいや、なんか別になんか俺殺す対象いたけどどうでもいいやって今は感じですねと思ってるんですけど、はい、まあ、あなたのうちにある何かがその旧敵への憎悪をすごく増長させてきています。あら、去年か。何か攻撃したい、自分の旧敵を撃ちたい、そういう気持ちであなたはいっぱいになってる。分かったなあ、俺を今俺たちが発狂した諸悪の根源誰だか分かるよな。おめえら班長、はい、吉田は、おいや、うん、俺たちの力でこの悪魔ぶっ殺すぞ。このおめえつくるターゲット登山家加藤さんへ。登山家を攻撃しようとしたんですが、あなたの奥底にある邪神がそこじゃないと攻撃対象を教授に変えてしまいました。やめて、死ぬな、オリア、死ぬな、マジで。頼む、え、オリア、教授を攻撃してしまいます。成功率は 100%。 俺しかいないの。俺が逸脱状態か。で、100% なんで、もう振らなくても構いません。ただ教授はこのターン、その攻撃が来ることを分かっていたので。ああ、そうだ。回避率は 30% まで上がってます。頑張れ。おお、30以下で回避、可能性あるんだ。チキな。攻撃は絶対に当たる。俺がかわすしかない。避けろ。俺はこの初登頂の意義を掲げながら、サイは投げられた 30%。じゃあここでフトンちゃんの攻撃になるんですけど、95以上はファンブルで失敗になるんで、それも振りましょう。もう 5%。 待ち、待せ、まだあんの。神の止めの手段がある。振って、まだ包丁の息があんの。初包丁の息だったら止めれるんだ。神をフトンちゃんが振ります。あれですか、すいません。行きます、はい、行きます。お願い、待ち、お願い。どうなっちゃうこれ。タコ狭いってきてるけど、なんかする。一応触手がもう顔面の1センチ先ぐらいまで切る。俺できますか。オニア、これ未知の鉱石で腕だけ俺に渡してよ。そんなことはできない。もう目の前まで来てる。できない。死ぬわけない。投げろ。死ぬ。最後に動画良すぎる。最後に、はい、腕時計時間戻せないですか。戻せない。戻せないって言ったのか。戻せないって言ったのか。一応あんねえじゃねえか、それお前。最後にじゃあ、もう目の前、一瞬一瞬か。最後にじゃあこの雑誌記事を抱えて散るわ、はい、皆さん雑誌記事をまあ盾のように使ったと。これしかない、うん、守れるもんが神秘の力。オニアは意識を失ってまだ生きている。神秘の力。ただもう瀕死、行動ができない。この状況で一周回ったんですけど、皆さん決着つきましたか。ついてない。まだついてない。教授ピクピクしてます。はい、調査員の番です。いや、これ加藤さんの EX アイテム B がこれ何なんだ。多分これ次公開するよ。次公開する。何件する。公開する。次これを公開する。俺は何、俺は逸脱状態ではあるけど、そこにあるのは神になりたいという願望で、神になりたいためには加藤純一を倒さないといけない。そこで俺はオニアの元に瞬速で走って未知の鉱石と腕時計を取る。一旦一旦ってなんだろう。取ってもう一度行動する。それはできないね。なんでそれはできない。なんで一気に取るのがいいんだね。取るのはいい。やべえな、うん、じゃあオニアの腕時計と鉱石を取る。なるほど。まあどっちかにしましょう。待って、どっちか。
回復薬組んで、輸血パック。これ輸血パック回復だろ、これ。これさ、輸血パックくれたら班長が持ってるよね。俺ありますね。でも俺発狂状態。発狂状態。ただ輸血してもいいよ。輸血したら俺あまりあげれるかもしれない。まあ今もう行動できないから奪いたかったら奪えます。でも輸血してくれたら俺は感謝もあげる、お前に。輸血でお前呼び返る。まあ鬼はもうピクピクしてるんで調査員が決めてください。どれぐらいあるかもしれない。じゃあ未知の鉱石を懐に入れたと同時に輸血パックでオフニアに血を与える。どっちかしかできない。よし、じゃあ未知の鉱石奪おう。よし、未知の鉱石を奪いました。死体あさりみたいなね。記者です、次は。一応動けるのか、狂気100超えてても。動いた後に何が起きるか全くわからん。じゃあ酸素ボンベってさ、炎で燃やしたらめっちゃ燃えるよね、確か。あ、燃える。燃えるわ。あ、輸血ある、班長。輸血、輸血。めっちゃ燃える。酸素ボンベを、登山家に向けて投げながら。いや、倒せねえよ、そんなことしても。なんでだよ。無敵だよ、相手は。やんなきゃわかんねえだろ。だから、お前、オニアから腕時計取って俺に投げろ、お前。そしたら倒せる可能性あるぞ。なんで？なんで？俺まだスキル発動してねえから。お前そんなこと言ったら腕折られちゃうぞ。あと30しかねえんだぞ、HP。やばいわ、それは確かに。俺もピンチ。いや、いや、いや、違うんだよな。それやられたらピンチだ。ちょ、待って、これさ、待って、俺がなんか行動してもさ、うんこちゃんの方が先だよ。でもそれやられたらマジ、やばい。絶対そうだよ、こんなの。いや、じゃあスキル、俺スキル公開していいですか、カゼンさん、これ。まあ今は別に。マジでやめてほしい。打てないとは思うんだけど、いや、これカトさん倒せないですよ。ちょっと今俺、虚勢張りましたわ。これなんですよ、これ。新ブレインハック。電磁を操ることで人体を直接ハックする力、対象 1.2 以下のいずれかの効果を与える。いや、こんなんじゃ神倒せないっすよ。ダメじゃん。でもそれ使われたら俺やばいわ。いや、でも神じゃないですか。神は倒せないっすよ。いや、やっぱみんな気づいてない唯一のあれがある。え？でもよりコードに使えば他の用途にも使用できるって書いてあるよ。やばい。いや、その後だわ。最後の文章。根源種族たちにより満たされし、なんちゃらは種族。シンギュラリティ到達の末、動物種へ反逆せり。いや、これ動物種って加藤さんのことじゃないんだよね。そう、神だよ、神だから。いや、違う、加藤さんのことじゃなくて、俺ね、グレートマザーっていうね、俺を作ったやつがいるんだよ、そいつなんだ。俺がグレートマザーだよ。え、久しぶりだね、吉田。マザー吉田、お前信じていいのか。マザー、嘘だよね。俺がグレートマザーだよ。今まで黙ってたけど、だから全部分かってたんだよ、俺。マザーいた？マザー純一だ。マザー純がいたんだ。うん、これどっち？マザーに従います。じゃあ俺、いやでも俺もう酸素ボンベでとりあえずお前のマザー殺すしかない。俺は神にはめかうしかなくない？とんでもないぐらい燃えるぜ。どうだろう。やめてくれ、班長、それだけはマジでやめてくれ。いや、嘘くせえな。絶対嘘だぜこれ。マジでやめて、それだけは。班長、300やれ、300やれ、班長。もうやるしかねえよ俺が。酸素ボンベを登山家に向けて投げながら。遠征クトゥルバを使いたいです。クトゥルバクトゥガを登山家に撃つ。はい、酸素ボンベを投げながら。酸素ボンベを投げながら同じ判定になるでしょう。成功率は 100% ですけど、95以上で失敗になります。じゃあ振ります、サイコロを。はいはい、55。55成功。そしてじゃあダメージカウント。下の神を超えろ。はい、88。80の、210ダメージ。やばっ。めっちゃ入ってんのに勝てねえ。力やばっ。210なんで90まで減りました。いや、でも悪くないよな。この90削ぐことは本当に何か意味があるんだろうか。やば、言うてもきついと思うよ。やばくない、やばなんだよな。登山家の番です。はい、ここで皆さん4人にお知らせがあります。え、僕はもうお家に帰りますが、君たちの醜い人間同士で争いをしていてください。僕は EX アイテム B を使います。何言ってんの。黒く輝く多面結晶体、人の身に余るチートアイテム、白明石を異星の超技術で加工したもの、あらゆる時空とつながる門を開く鍵、神話的スキルの対象を好きなだけ拡大できるということで、僕はここから異世界に旅立ちます。今までありがとうみんな。あとは好き、人間として好き勝手やってね。え、満足した顔で登山家がゲートから消えていく。今までありがとう、ね、ありえないそんなこと。さよなら。何やこれ。あとは右あ
俺は主役だろ。な、憎むべき相手を殺しちゃってせいぜい好きに楽しんでな。じゃあな。登山家がゲートから消えていきました。何このヘドロン。倒せなかったってことか、初めからじゃあ。いや、協力しちゃえばそうな顔してました。できたんだ。ドヤ顔で帰ってった。ドヤ顔で帰ってきました。帰っちゃったよ。ふざけんなよ。もうなんかニヤって感じの顔で帰ってきました。立ち巻きつけて帰ってたわ。結構おもろかったなみたいな顔で帰ってきました。俺あんな、俺さ460ぐらい与えたのに変えられたんだけど。まあでも地球はこれで俺がもらう。え、地球が子供です。神はもうどっか行ったわけでしょ。でも次医者でしょ。医者の番です。医者殺せこいつ。じゃあもう、いや俺何もできないからまだ。じゃあさ、いやいや、戦って勝てばさ、俺も終わらせるわ。俺さ、あれだったんだよ、俺さ、海底邪神ってさ、海底邪神、海底邪神に見入られた俺ちょっとそのものだよ。あとオニアは一応俺の目的は電撃発生装置を持つ者を殺すこと、うん、そして洗脳を行えるブレインハックを使える者を殺すことなんだ。え、はぁ、俺今、まあハンジはね、炎の使い手って、ね、分かってたんで、はい、吉田はお前だよ、俺お前を殺すわ。やめよ。では吉田のスキルでいいですかね。本当に来てる。サイコロ投げてください。95以上で失敗、51成功、50ダメージ回避ができます。そして、さっきあったと思うんですけど、プラス 20% されてます。 30% で回避成功。はい、しますか。します。では30以下です。頼む。ガーガー。受け入れますか。受け入れ、何それ受け入れますか。もう今タコが目の前に迫ってます。どっかで見たな、さっき教授がやられる時と同じ光景。ちょ、首のない死体でガードだ。首のない死体で、この彼女の死体でガードだ。首のない死体でガードガードだこれで。自分の身内の死体を前にしてクソ野郎だな。ガード成功、ピクピクしてます。生きてる。まだ生きてる。続いてる。伝わってます。虫の息です。虫の息で横に、もう今にも死にそう。行動ができないやつか。そして、医者と記者に言ったんですけど、もう決着はつきましたか。まだです。僕は ついたかな。まだと言ってる人がいるので続きます。次は記者の番。じゃ酸素ボンベなくなりました。これはい、コッパみじんになりました、ね。強いな、お前の技、ね、めっちゃ応用効くな。そうっすね、もう使えるやつねえもんな。何をしていただいても構いません。狂気超えてても普通に行動できるんですかこれ。まあやろうとしてみれば。これ脳みそってよく燃えるのかな、この銀色の筒。銀色の筒。アルコールだ、アルコール、アルコール。銀色の筒を医者に投げながらクトゥル、クトゥグワを使いたいです。遠征で、その俺を殺す意味ってあんのか。だってもう立ってんのが布団ちゃんだけだからです。そういう目的。そんな、もう体が仲良く帰ろうぜ。邪魔なんで殺しちゃいます。銀色の筒を投げて、はい、スキルを使おうとしました。はい、するとこの銀色の筒が、供物であることに気がついた。やばい。供物を捧げることで、あなたのスキルの成功率が上がるので 100% 当たることにしてもいいでしょう。今回は成功率100でいいです。はい、でのでダメージ判定だけ行いましょう。はい、いきます。振ります。はい、はい、43、30ダメージ。クス弱え。回避しますか。もちろん。あがくな。トンちゃんの回避率は 50% あります。いきます。2分1、50から回避。2分1引きます。いきます。はい、回避失敗。高え。マイナス3です。高えな。次は布団ちゃんの番です。じゃあめちゃめちゃ火を打ってきました、こっちに。オーケーです。これ風くん、この虫の駅の2人にやってももう意味ないね。おどめありますよ。今までまだ生きてる。やっぱりピクピクしてます。え、心配蘇生してくれ。そしたらある。まっちゃん、俺も頼む。俺味方するよ。いや、まあ、彼らにとどめを刺したいならスキルを使う必要もないでしょう。おお、なるほど。使わずに2人を殺します。高い最後まで。俺の執念で。いだめ。何してんだ一人で。執念の一撃を2人に入れるといいですよ。はい、はい、真の像に首刀でぶっ刺します。
はい、まあ一人ならいいでしょ。じゃあじゃあじゃあ最初から最初のオニアからじゃあ教授にとどめよ。弱えよ教授の電撃教授は抵抗できないですね、はい、死んでしまいました。固定ダメージ30って、さっきまでピクピクしていたんですけど死んじゃった。死にました。はい、2人とも満足しましたか。いや決着はつきましたか。いやまだ俺は吉生に最後殺したい。じゃあまだ続けます、はい、では記者の番です。はい、僕は、ボイスレコーダーを医者に投げながらクトゥグアを使いたいです。ボイスレコーダーを投げる。はい、ボイスレコーダーからは声が聞こえてきましたね、はい、血を捧げよう、亡骸を捧げよう、それらは神への供物である。うん、では普通に攻撃判定をしましょう。はい、95以上で失敗です。95で失敗。はい、はい、いや最悪、まだ続くのかよこれ出たはい、はい、一応狂気ポイントをプラスしましょう。はい、じゃあ、はい、じゃあもう僕はもう、はい、はい、いいっすか。もうはい、もう吉永のピクピクしてるね、まあ、こう魂を、はい、もう喉元、もう僕の執念で、はい、首の骨折りました僕は、両手で首の骨両手で俺抵抗できんでしょうね。医者なんだよな一応な。うわー死んじゃった。うわマジか。さあ来いよ、ほら繁盛。2人とも決着はつきました。いやまだ、こいつ殺します。まだついてない。はい、殺して俺1位になって終わりや。来いよ。では医者の番です。来いよほら1位。はい、俺の番ですよね。クトゥグはします。はい、50に成功。成功。ダメージは、ダメージは、ダメージいくよ。俺50以上で死にますよね。そう5だな、5以上で、5だね。はい、はい、はい、100じゃん。100！ あー！やっと終わった。トンちゃんどうする。僕は、僕は、はい、カズ君、僕は、今、はい、ちょうど、オニアと吉沼を殺したんで、死を超越した存在になれましたよね。なってないっすね。え、まだなってないな。まだ制してない、この山を。ほら、燃えちまえよ。だって、吉沼とオニア殺したら俺、不老不死になれるって。俺だから頑張ってたんだぜ。燃えちまえよ。まだ山を制してないですね。山を制さなければ。燃えちまえよ。なぜかあなたが山を制するのを邪魔する存在がいる。このままでは死を超越できない。執念で耐えたい。1。回避がありますよ。回避もします。回避 50% 成功。え、そんな高いの？まだ。回避強。いきます。頼む。いきます。もう何このドロジアへ。もうやりたくねえよ。一着だ。一着だろこれもう。で投げんだよこんなに。執念も最後この残りデスゲームとして執念の込みのダメージです。執念を使う。執念を使いたいです。はい、執念を使うか。これで。執念を使うなら。え、これカビ氷？終わりました。回避できないことにしましょう。おお。いいでしょう。回避ができない。はい。じゃあ成功判定は行ってください。了解です。いきます。成功。はい、うん、でマイナス50の狂気ポイントプラス10。はい、これ僕怪我は来てますのでマイナス20されて30しかダメージ受けませんでした。よっしゃ、おいまだもう一回耐えるな。太ったら50ダメ。こいいよいいよいいよ、もう早く終わらせてくれや。おいいよいいよ。なんで回避この50もあんの。布団ちゃん長えよこれ。生存抜いてるんで回避マジでだマジで回避のせいで沼試合やってる。避けまくって俺避け続けるぞ。おい俺え、こうやってアイテム使った後技使えます。はい、あでもスキットルまだ取っとくか。あと1回耐えれるから。スキットルもあんまりやってるとあれだぞ。神がまた降臨するぞ。ほらもうふとちゃんもう決着ついたって言っていい。もうあのさ繁盛さ、俺さそう2人をやっぱ殺すだし俺は満足だぜ。繁盛どう思う。俺はさもう、うん、痛いの嫌だよ、うん、お前の炎痛いよ熱いよ。でも俺炎がささやくんですよ俺に。邪魔者は全て燃やし尽くしてしまえばいいと。俺はそれでも繁盛、はい、ね、手を取り合い下山しようぜって言うわ。それでも燃やすなら来いよ。あとは目つむってるわ。え、じゃあ避けない。いや避けるよ。それが嫌なんだよ俺は。50 じゃあもうクトゥグア使えますわ。攻撃する、はい、攻撃しますもん。成功判定お願いします、はい、50% 受けるな。60成功、はい、ダメージいきますよ。あと避けろ、はい、さっき避けろ。よし60もういいよ。もう食らえってもう早く。
あ、これ回避しますか？もちろん。ふざけんなよ、もうじゃあいいよ。避けろ、避けろ、わっちゃん避けろ。ふざけんなよ。わー、はい、成功。バカかよ。おい、朝の5時まで戦うべよ。やべえ、これ。何これ。これ生命力50で。これやばいな。はい。50%やばいな。医者の番です。もちろん使います。これ。コールブックトゥルー。成功。50ダメージ回避しますか？しません。しない。受け入れる。まあいいですよ、次コロスケで行くんで。もういいね、いいね。ちょっと、あ、なるほどね、対マンね。自信があるんだ。熱い、熱い、一応ね、まさに熱いわ、うん、一発受けました。いいでしょう。2人とも満足しましたか？俺はまだ言うよ、それでも下山しよう。決着ついてない。下山だけはできない。終わりました。じゃあ来いよ。じゃあ来いよ。では記者の番です。これはおっせえでさ、はい、おっせえんだもん。スキットルは意味ないもんな。もうじゃあいきます。これクトゥルは使えます。83成功。もういいよ、もうもう楽になって。バチャ避けろ、バチャ避けろ。ダメージ判定70ダメージ。いいって。回避しますか？バチャ避けろ。ちょっとなんで回避すんだよ。回避 50% 避けろ、避けろ、避けろ。行くぞ、班長。はい。おめえの炎、おせいで止まってんねんだよ。これうざけんなよ。カサカサ。うざけんなよ。もういいよ。でも、ちゃんのターン何しますか？これはもろいわ。何も持ってない。これクソもろいわ、マジで。さあ、俺のターンだ、班長。はい。お前が下山しようっつったら、このコールオブクトゥルは使わなかった。使うわ。コールオブクトゥル。成功判定です。25以上負けた。回避しますか？避けろ。回避します。回避の成功率は 20%。 避けろ、はい、いやーきつい。いきますよ。20以下で回避。はい。でごめんなさい。回避。あ、ノリで言ってごめんなさい。本当に不条なんです。回避しました。なんで回避できんだよ。この職種をかわして2人とも満足しましたか？してない。つきましたか？しない。してない。記者の番です。俺もだってしょうがないもん。だって頂上でやることがあんだもん俺。そうだな。うん。じゃあ振りますよ、攻撃クトゥルグは。はい、成功。いける、これマジで成功。67いきますよ、ダメージ。ダメージ判定、はい、80。もう死んでる。80ダメージ回避しますか？避けろ。もちろん回避です。もうでいいじゃん、もう燃えろよ。 50% 避けろ、避けろ。行くわ、ブレちゃん。行くわ。25%成功。なんか嬉しいや。まっちゃんマカオでやってよ、それ。今記者が今じゃねえだろ。それピクピクして、はい、医者が立ってます。決着つきましたか？最後、いや最後にこの班長の顎を叩き割って山に捨てます。ひどっ。ひでや。班長の顎が叩き割れ山に捨てます。滑落していきました。ああ死んじゃった。なんてことしてくれんだよ。医者が残ったか。命を救う者が。最後に残ったのは医者でした。おー、避けすぎだわ。いやマジやりたいことあったのに。頂上戦争終結。世界の頂上で行われた神々の代理戦争。その戦いはいかなる決着を見せたのか。誰が勝利し、あるいは敗北し、何を得て何を失ったのか。そして生き残った者はその後どのような道に旅立つのだろうか。戦争を制し勝者となったあなたの頭の中に歌が響く。南極に向かう船の上で聞いた歌。海底で眠りについている大いなる者の呼び声だ。その声は歓喜に打ち震えていた。時を同じくして南太平洋上、海底から巨大な大陸、もとい山が急激に隆起を始めていた。浮上する地殻は南極大陸の氷を切り裂き侵食する。その頂きは狂気山脈よりもはるかな高みへと孤立していた。
その山の名はルルイエ。眠れる神がついに目を覚ましたのだ。努力だ。世界の全てが変わろうとしていた。復活した神はあなたに褒美を与えようとしている。紋章は死の超越、不老不死、無限の再生力、死者の蘇生、全てがあなたの望むまま。この世界の勝者となったあなたは何を望みますか？俺は一度死んじまったこいつらを生き返して、楽しかったなデスゲームって笑いながら下山したいっすね。え、一方その頃本物の登山家が蜃気楼の中で目を覚ます。あたりは白明の光に包まれている。それが宵の闇か暁の光かまだ判別はつかない。死と夢が隣り合わせの世界、そしていつか雪解けを迎える世界。全ての物語に決着がつく時までもうあとわずか。マナミス狂気山脈 2.5 頂上戦争終了になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れっす。お疲れっした。最後ごめんなさい、本当に重かった。ナイス、おもろいな。やっぱ回避力が高すぎ、高すぎたね。ちょっとね、ひどいわあれは。まあみんな似たようなもんで、うん、山を取らなきゃいけないっていうのが4人、うん、神が1人。神はどのタイミングだったんですか？初めから？最初から。え、最初から神なの？いや、ウソちゃんだけさ、強すぎんだよな、なんかスキルが。まあ別に皆さんに勝とうとも思ってないです。そう、俺勝とうと思ってないんだ。あ、そうなの、はい、遊びに来たんだ。とか負けない。そう、遊びに来たの俺。知ってたもんな、お父さん。あ、だから殺せるもあんな強気だったのか、よくわかんない、ブラフで張って。そう、殺す気もなかったけどね。みんなのことめちゃくちゃにして面白がってただけです。だ、俺殺してないじゃん、誰も。確かに。うん、うわ、めっちゃ好きなんかなかったんで俺は。ちなみに倒す方法ってあったんですか、神を？あ、神を殺す方法、うん、まあ皆さんの行動次第ではあったんじゃないか。だって俺がさ、俺が250削ってたからさ、誰かが50削ってればいけたよ。全員協力でやったかも。ああ、そうだね。あれでもさ、またスキル発動されたらどうすんの？いや、順番次第で。ああ、そういうことか。全然あった、うん、だ俺より前の人、みんなが一致団結すればあったかもしれません。まあでもその前に追い込んでとどめさせれば、うん、その前逃げちゃうけどね俺は。そでもね、そ う, あそうか、逃げれんのか。俺はなんか別に純一を殺すミッションじゃなかったから別にね、良かったんだよ。あ、でも布団ちゃんがあれ技一回外してたから、まあ、あれ当ててればうんこちゃん死んでましたね。50分やるやる。そうか、やらせたら瀕死にはなってたでしょうけど、瀕死になっても回復したいと思えば回復したいです。ずるい。いや、そんなピッケルはなんで欲しかったんですか？いや別に欲しくないよ俺。なんなんだマジか。まだ一人だけなんだあれ。全部が意味のない、そのあれか。そう、見た目用紙なんだ。そう。なるほどね。河川さん、じゃあ俺、はい、電撃って一旦待って10プラスってことっすよね。チャージしますって言ってチャージすればチャージできます。で最高ダメージ40っすもんね、固定ダメージ。弱いね。いや違う。弱い。何回でもチャージできる。みんなが何かしてる間ずっとチャージします、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 チャージします。100枚食べたら一撃で死にます相手が。最初のターンチャージしとけなかったね。改めて。これまで3部作ともらってるハンドアウトが違う、うん、登山隊全員がシナリオ開始時点で何らかの神話的生物と関わりがある状態から始まっている。そうだね、うん、まさにお祭りシナリオになった、うん、おまけって言ったらそういうところですね、うん、一応時系列的には皆さんが最後にやった白明三角点、うん、で隊長殺害が起きた一方その頃の世界になります。でこの世界の実行犯は登山家で、その登山家はもういない。うん、白明三角点の方に行っちゃってるからね。あ、なるほどね。でその登山家のところにハイオルコントンが、うん、ああ、やろうと思ってる。いわばもうここは用済みの世界になってます。なるほどね。ただ、その用済みの世界にハイオルコントンを送ったことで、まあ、どういう因が歪んでこうなったのか分かんないんですけど、うん、あらゆる超常現象、神話的存在がみんなに接触してくるという異常事態が起こってしまいました。で、もうそれはですね、観測者、つまりハイオルコントンからしたら面白くてたまらない。こいつら全員神の化身ってことはもう最初から知ってます。ちなみに、うんうん、そう、知ってたよ。俺はおもろいな。あ、そうなんだ。いうところで登山家のふりをしてみんなを引っかき回して遊んでます。あ、なるほどね。めっちゃ詰められたもんな。お前のこと知ってるぞとか言ってなるほど、ね、すごかった。何も言えなかった。しらじらしかったよ。だからみんな、そうそう、こいつら人間ね、あの裏切り者になるのになと思ってた。なるほどな。あー、布団ちゃんは海底写真、これぞまさにクトゥルフ神話の大いなるクトゥルフ、いわばタコですね。タコだね。で、まあ覇権争いをしてるんですけど、
その時の敵が電撃発生装置と洗脳規制です。洗脳だね、うん、はい、うん、なんでその2人をずっと探してたので、オニアとシナはスキルを使った瞬間にバレて、うん、ストーンちゃんが狙い始めた。なるほど、うん、やったなー。俺洗脳ってどうやって使えばよかったんですか。俺聞かなかったんですけど、神だから洗脳で誰を狙うのかっていう、まあ、この山を取ればよかった。別に何だろう、登山家を倒さなくてもいい。あ、なんかちなみに登山家グレートマザーじゃないです。そうだよ。あ、そうだよ、ね、なんか知ってたからな、マザーっていう言葉を。マザー違えのかよ。しかも本あったじゃないですか、この今持ってるやつ、ナコトシャホン、うん、はい、うん、でこれ催眠受信機を持つ人を洗脳するみたいな、これテケリリとなんか、はい、あと言葉無線機の催眠波受信装置が何かを忘れていた。あー、これがインクノライトだからか。石です。石だったら何でもいい。第2作目ですね、星るてっぺんの時に石を持ってる人が洗脳されてしまう。じゃあ鬼屋でよかったんだ。誰でも、その石持ってる人だったら誰でも洗脳できました。あ、そうなんだ。いや、もう覚えてねえ、さすがに。呪文っていう言葉になんかフォーカス当たっちゃったな。あれ、じゃあ神も洗脳できたんですか、河川さん。そうなると、まあやってもいいけど。でも俺神の力で振りほどくよ、そんなの。まあ人体じゃないんで、基本的に洗脳はできないと思います。まあそうか、まあ、皆さんのご寝方次第で何とでもなりますけど、まあ無理。明らかに一人異質だったもんな。なんでみんなさ、目的は全然俺を殺そう俺を殺そうって言ったからさ。俺目的は頂上だったんで、俺もとりあえずだけね、倒さなきゃいけないっていう。そうね、なるほどね。そしたらどっか行っちゃった、なんかね、そう、もう一通り頭が入る。トンちゃんが海底邪神で、吉生が粘状、粘液状知性で、オニアが時空超越思念体、繁盛生ける炎になってました。だからオニアは未来からかな、過去はいじれなかったんですね、はい、あれびっくりした俺。俺もワンチャンあると思った。時間戻すみたいなこと言ったの。俺もびっくりしたんですけど、未来から何か来るから未来のことを予想することはできるし、一応この電撃発生装置覚えてると思うんですけど、うん、何でもできるので、相手の体力を削ればそいつを操ることもできました。追い込めれば、10% 以下とかになると電撃発生装置で相手を動かしてなんてこともできたんですけど、今回は打てずとか。過去の記載があったんですよね、もらった資料に。腕時計だからピンときたんですけど、針がふらついてるっていう、はい、だからしたね。俺のなんかブレインショックみたいなスキルあったじゃないですか、うん、あれなんか石を持ってれば持ってるほど多分インクナライトで増強してなんか別の使い方だったと思うんですけど、何ができたんですかね。そしたら、調査員のスキル、ブレインハック。ブレインハック、ブレインハックに何ができたか、なんか高度な使い方ができるみたいな。下に書いてあるんですか。洗脳ができます。まず 20% 以下、20% 以下だったんですか。あと死体、瀕死になってピクピクしてるやつも動かせる。できたじゃん。じゃあやろうと思えば銀色の筒の中の脳と会話することもできるし、神経系のものを使う行動がいろいろできる。人の神経を使って、めっちゃ強いじゃん。あと写真に写ってる6人目誰ですか、はい、誰だっけ6人目。隊長かも。隊長の亡霊。隊長ただの心霊写真ってことですか。ただの心霊写真か。これってエンディングって俺と布団じゃん引き分けになったらどうなってたんですか。どちらにこの山の頂を渡しますかって質問する予定でした。ああ、やっぱそうなんだ、ね、やっぱじゃあ邪魔者殺すしかなかったな、やっぱり。まあね、どっちかと。また醜い戦いどうせ起きてたのか。回避クソ笑ったな、ちょっと。あれ、ちょっとありえねえわ、正直。ちなみに、記者の炎のダメージは、ハイオルコントには倍になってるんで、あの、イカれたダメージが入ってる。ハイオルコントって、なんかやべえダメージが入れてきてた。あ、やっぱそうなんだ。弱者の属性みたいな。多分原作で、なんか、すごい敵だったような。あ、そう。的なやつ、あれ、そう、ニャルラとホテプはそうで。多分どっかにヒントが書いてあった。あ、そう、ニャルコさんはそうだよね。ニャルコさん、火嫌いだね。ね、そうなんだ。そうなんだ。生ける炎はちなみに燃えてるだけです。はい、何を求めることもなく、メラメラと燃えてます。ニャルコ見てると、ちょっと、あれなんだな。うん、あ、ニャルコであれだ、空港だ、空港。そうそうそう。ああ、いたね。初めて敵対したから、空港。ニャルラとテップにとって、うん、クトゥグアは天敵。うわ、やっぱそうなんだ。
そんなやつにダイナマイトあげてたのか俺。そうだからワンちゃん燃やせねえかなと思ったんだよ。ヤルラとテップの住処であるウンガイの森を焼き尽くしたというエピソードがあるそうです。なんでここではダメージが2倍になって、で、ハイヨルコントンが人を破滅に追いやる観測者になるニャルラとテップ。彼だけは神話的存在の影響を受けた登山隊のメンバーではなく、登山隊メンバーになり変わった神話的存在そのもの。彼にとってこの世界は本番である。薄明三角点の前座や余興のようなものにすぎません。面白いものが見れれば何でもいい。執着がありませんので勝利することも目標になってません。なんで皆さんを争わせて破滅させてもいいし、皆さんを一致団結させて自分がラスボス役になってもいいし。ああ、ね、そういうルールもあったの。はい、なるほどね。あれ、薄明三角点で雷落としてきたのはこのニャルラとホテップってことですか？ニャルラとホテップの上司じゃなかった。無謀の上司。まだこれより上がいいんかい。あのカダスの黒き山にいたやつか。すごいな。もしかしてとなるともうミッションってもうお飾りって感じ。まあ、天敵が、クトゥグアなんで、一発で整備力すべて削ぎ取れたら、削れたらワンチャンみたいな感じです。知らなかった。危な。そうなると薄明三角線の世界はどうなってしまうんでしょうか。まあ、ちなみに皆さん、あの逸脱してしまったんで0点ですね。ミッションポイントでしたね。多分ね。うんこちゃんも0点。うんこちゃんはどれくらい自分がおもろくできたか。お、難しい配分なんだよ、これ。主観評価みたいな。ボーナスがね、どんだけおもろくできたか。物語を刺激的で愉快な結末に導く。何それ、マジで神じゃん。本当に神だ。自己採点で生きて帰るっていうのと、周りを逸脱状態にするができてるんで、まあ、基本的にまず10点あります。今度こそ終わりですよ、キャメク。うわ、寂しい。3は出てないですか？3はもうやりました。あ、3だ。間違えた、3じゃねえよ。4か。2、3、2点も全部やりました。4、ないんですか？作者の人見てます。あら、やりたい。これから執筆もあるかもしれないって感じか。ちょっと執筆してもらいましょう、じゃあ。そこにないんだな。ないです。いや、風さん、ほんとお疲れした、ほんとに。いや、風さん、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最初だったんで、ちょっと。定義は回ったと思う。いや、完璧だよ。なかったけど、何も感じなかった。それでも何も感じなかった。めっちゃ良かった。まあでも私はそんな何も、みんな何でもできるんで面白かったです。いやー、出した。あ、出した。出した。出した。またなんか5人でやるマジマジのマーダーミステリーもちょっとやりたいですね。え、やりたい。やりたいっすね。マジマジがあるの。普通に仲悪くなるやつやりたい。はい、それやりたい。結構推理して喧嘩したりするやつもある。ああ、めっちゃいいね。喧嘩した喧嘩した。それやりたい。やりたい。オフラインでもいいですけどね。オンラインじゃなくてオフでやってみたいけど、対面で。そのメモを取らないといけないから。おもろそう。でもマジのやつだと、あの何時に誰が何したみたいなことメモらないといけないんで。俺そういうの好きよ、意外と。そうなんだ。俺意外と好きっすね。俺苦手なんだよ。ちょっと任せてほしいな、それは。苦手そうだけどな。やりたいね、喧嘩したいね。やりたいね。各自スプレッドシートにメモりながらみたいな。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。全然いけますね。結構自分もやったことあるシナリオある。予定が合えば、いつでも。いや、本当にやりたいっす。じゃあ、お世辞、あの、あれじゃなくて。お世辞じゃなくてなんだっけ。また今度やりましょう的なやつじゃなくて。はい。じゃなくて。本気でやりたい。じゃあ、俺の方がいろいろシナリオ、またあそこで出すんで。お願いします。あざっす。それで予定合わせてやりますか。やりたい。よしよし、やりたい。はい。てかさ、河川さん参加できないの、プレイヤーで。ああ、そういうのもありますよ。ええ。なんか河川さんともやりたいよね。やりたい。強そう。なんかね、せっかくですとかもあるんで。あ、それだったらじゃあ新規のやつも探しておきます。おお、ありがとう。ありがとうございます。俺がやりたいやつも探しておきます。ああ、いいね、いいね。はい。じゃあこんな感じですかね。はい、面白かった。ありがとうございました。お、楽しかった。楽しかった。楽しかった。ありがとうね。ありがとうございました。みんな、ありがとう。サンキュー。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。